Town。どうも皆さんこんにちは、バカボン西川でございます。皆さんこんにちは、山口そうです。いやいやいや、もう本当にね、うん、春でございますよ。ちょっと早いですか、はい、ちょっと早いでございますか。昔ドクタースランプあられちゃんってあったじゃないですか、はい、ね、はい、ね、確かあられちゃんが、まあ、こうドクタースランプあられちゃんのあられちゃんが、うん、初期の頃よくこう絵見るとポスターとかね、こう敬礼してたりするポスターとかあったよ、こうやってあられちゃんがね。その時にこうパッて見たら、はい、靴にスニーカーなんですけど、まあまあもちろん鳥山明先生がポップに描いてるんですけども、はい、靴に羽が生えてたじゃないですか。ちょっとね、ね、こう読みながらあかわいいと思ってたけど、今あんのね、はい、パミュパミュさんがパミュさんが履いてたりするし、アディダス系で本当に履いてますよ。そう、尻尾もすっげえ、ウィングがまたでけえの、そのウィング。でもレアもので結構あったりなんかするんだよね。あるんですよね。ゲストさんで来られた方でそれ履いてたら、はんはん、なんか小学生になんか集まられて、うん、おい飛べよって言われて、うん、飛べなかったとか言って、うんうん、言ってたじゃないですか。言ってたよね、はい、そうなんですよ、はい、ちょっと俺ね欲しいんだよね。羽の生えた靴、はい、なんか、はい、結構あれなんだよね、右左で右側の靴だったら、はい、右側に羽で、左側の靴だったら左に羽だけじゃないんだよね、はい、両方の羽生えてんだよね、はい、片足ずつちゃんと、はい、履くのめんどくさいけど、はい、でもなんか両方にこうウィングがブワッてなんかあると、はい、結構ね街でも目を引くし、なんといってもなんかやっぱ羽が生えてるだけに空も飛べるはずって思うんですよね。うん、うん、これ履いてたら空も飛べるはずって思うんだよね。改めましてこんにちは、バカボン鬼塚でございます。こんにちは、山口沢です。そうですね、もう いちいち言いませんよ僕ね、はい、放送を始めて早、はい、もう何年も経ってるんですから喋る時にはね、カフってやつをあげてくださいね。さあ、はい、そんな感じでね、本当にあれね、予報だと明日あたりから暖かくなるんでしょ。はい、ねえねえねえ、ようやく本格的に春ですかね、はい、そうなってくると本当に今年はほら本当寒くなったり暑くなったりで、でもなんかそれが結構三寒四温じゃなくて、なんか寒さあったかみたいな、はい、リズムとしてはババ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 バみたいな感じじゃないですか。今さすがにうちの作家のミヤちゃんがなんすかっていう顔で見ましたけど、いやそんな感じじゃない？はい。バババババババもままね。寒いあったかーだから寒いあったかー、寒いあったかーじゃないですか。だから、はい、気に入ったんだよ俺、だからやってんだよ結構。そういう感じじゃない？はい。だから、うん、本当にダウンの横に薄いなんかジャケットみたいな、どっちもしまえないっていうような状況ですよね、うん、ね、でもこれからさすがにちょっとは寒くなるんだろうけど、さすがにね3月後半戦ですからね、はい、暖かくなってもらいたいですよね。ね、うん、本当にこの後のリズムはどんな感じですか？予想リズム、予想、はい、あったか寒さもあったか寒さもあったか寒さもじゃないですか。若干寒さもが4月ですか、はい、4月、僕の予想ですよ、僕の予想だと、あったかーあったかーあったかー寒さもあったかーあったかーあったかー寒さもじゃない？え、梅雨？梅雨はジメ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 ミージメジメジメミー
ジメ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 。あ、じゃあこれで前半上半期、はい、じゃあリズムとしてお願いします。上半期をリズムで、はい、全部1月からサム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 。これが1月、2月がサム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 あったかサム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 あったかサムサム変拍子です変拍子。3月がサム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 あったかサム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 あったか。4月があったかあったかサムサムあったかあったかサムサム。で梅雨時期がジメ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 。そういうことで、ヒッツザタウン大宮アルシェ5階、 HMV 大宮アルシェ店にあるスタジオアルシェから生放送です。まずは皆さんからのメッセージとリクエストを待ってます。メールはナックファイブモバイルサイトよりホームページのナウンエアとタイムテーブルに表示される応募フォームから送ってきてね。ファックスは 0486500300 0486500300 です。受付は応募フォームは24時間毎日、ファックスは番組終了の5時55分までです。はい、そして今日のメッセージテーマです。今日のメッセージテーマはこちら、卒業にまつわるチンプレコープレー大全集。はい、例えばですね、うん、中学の卒業式、自分の列の端からゴホッと咳込む連鎖反応がドミノのように伝わってきた。自分は巻き込まれないぞと思ったが、別に風邪をひいているわけでもないのに自分も咳込んだ。前後の列の生徒たちがクスクス笑っていた、はい、こんなのあるんですか、うん、あくびはね映りますけどね、はい、ね、あくびって本当映るよね、はい、猫のあくびでも映るでしょ、猫がほわーってあくびしたらあくびしたくならない、なんかなるよね。猫が横でハーってやったらそれ見たらもうハーってならない、猫なんだね、なるよね、うん、犬もなるよ犬もなんかでもあのワンちゃんって あくびして、はい、あくびあなんかのなんかの本で読んだんで間違えてるかもしれないですけど、うん、ワンちゃんってあくびをすると現実逃避なんでしょ、はい、違う、ありえないありえないっていう、なんかどっかでなんかそんな、あの体こうって振るじゃん、ブル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 って、はい、ワンちゃん、はい、ブル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 ってやるじゃない、なんかなんかの時に、はい、あれもリセットらしいっすよ、一旦リセット、はい、そんなわけでってやってらしいっすよ犬的に言ったらなんか、まあまあそういうこともあるよね、まあまあね、うん、そんなわけでございましてこれがあのブルブルブルらしいですよ、そうらしいですよ。だからじゃあ帰るよっつって、うん、あ散々遊んだ後にあもう行くよ帰るよって言うと大体やりますよ、ブル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 ってリセットだから、もうちょっと遊びたい、はい、そんなわけでございまして、帰るわけなんでございますけど、私ですね、私太郎は帰るわけなんでございますけどもね、どこに連れて行かれるんでございましょうかねみたいな、そういうこのっていうのをちょっと読んだことがありますけどね、はい、なんか犬の気持ち的なものでね、うん、どうなんですかね、あのあ何の話だっけ、卒業映るってやつね、はい、そう、例えば小学生の卒業に寄せてクラスのみんなで色紙を書いた寄せ書き、はい、30人全員中学に行っても頑張ってくださいだった、みんな舐めすぎ卒業にまつわるチンプレコープレ、例えば子供の卒園式に出席した時、寝不足で爆睡、隣で撮影していた親の映像にスーハーグオーという自分の寝息の音だけが入っていた、寝ちゃうとなこういうのな、眠くなっちゃうもんな、卒業の頃覚えてます、卒業の頃ですか、ただあの卒業にするまでにやっぱり寄せ書きしてもらって、はいはい、なんかいろんな人に書いてもらうじゃないですか、クラスの人とか学年の人に、はい、この間なんかそれが出てきて見てたんですけど、うんうんうん、ほとんどの子に澤、うん、さんとは話をしてなかったですがみたいな書いてあった私うわうわ誰と話してたんだと思って不安になっちゃってマジか、でもさということはさ、澤、はい、ちゃんさ、はい、意外と同窓会で、はい、あれあんな子いたみたいな感じで言われるんだけど、はい、あんな可愛い子いたクラスにとかって言われて、はい、おいでもって、よ、え、いた？みたいな言うタイプじゃない、い
やーもう自分か分かんないですね、どんな存在だったのか。いやあんまり自分のことは覚えてないですけどね、はい、学校の時代とかね、うん、でも僕あの本当にごめんなさいね、本当にね、はい、中学の時、はい、もう高校の時も詰め襟だったんですけど、はい、中学の時僕全部ボタンなくなりました。うおあれ私しか握手してない。え何自分で捨てた違うわ。あれってあれって好きな人の第二ボタンをとか言うじゃない、はい、こう心臓に近い第二ボタンをもらうって言ったけど、あの時って結構僕が中学卒業する時って結構それがピークの頃だったんですよ、はい、人気がっていうかなんつうの、あのいわゆるこうなんていうの流行り的に、はいはい、だから女の子たちも後輩たちも後輩の女の子もテンション上がってて、はい、何でもあのみんなにもらってたのよ、女の子がバーって「ああ何々先輩」っつって「ボタンください、どこでもいいからください」でもらうじゃん、はい、普通は好きな人の第二ボタンだけじゃん、うん、だけどもらったらまた別の先輩見つけて「先輩」って言ってたのよ、はい、で何かボタンくださいっつって、だからいたもん、あの結構なくなってんの。であの袖の部分のボタンもあげてて「他にボタンないですか?」って言われて、はい、もうないんだよって。じゃ袖のボタンでいいですって言って袖も上げてさ、はい、こうやって普通の黒い服になって帰ったことあるの。ただ、はい、高校の時誰にも言われなかった。高校はメンズばっか。いやいや違います、あの女子もいたんですけど。まあ高校になると本格的になるんじゃない、本当に好きな人の第二ボタンだけもらってんじゃない。俺もう爪襟カチッてして帰ったの。近いです、カチッてしてボタンも上までキンってしまう。普通に帰ってきてキラッキラしてた、キラッキラしてた。涙かな、俺の涙かな。全然こピーク小学校から中学までだったんですね、はい、自分的にね。もらったことありません。いやーもらった覚えないかもしれない。本当なんかもらいたいと思ったんですけど恥ずかしくて行かなかったか、うん、友達のを必死でもらいに行ってあげてた。あいい人じゃん。そういい人、そうなんだ、もらいに行ってたんだね。そうなんですね、はい、こんな感じで卒業にまつわるエピソードを教えてください、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で5人の方に僕と沢ちゃんのサイン入りナックファイブオリジナルステッカープレゼント、そしてヒッツザタウン今日のラインナップでございます。はい、ゲストはダブルゲストです、はい、2時台に木野本峰博さん、はい、4時台にプリンスオブディフェンスが登場します。はい、そして3時台後半からはヒッツザタウンリクエストチャートトップ10のカウントダウンスタート。このチャートは今日の午後3時までに届いた全てのリクエストを集計して作るヒッツザタウンオリジナルのチャートでございます。チャートの意見は皆さんからのリクエスト次第です。たくさんのリクエスト待ってます。はい、その他のレギュラーコーナー全部載せの予定でございまして、沢ちゃんがサイコロコロコロする沢山口のコロコロクイズありますよ。はい、もう本当にね、はい、巫女の沢さんが天神したら幸せが訪れる天神神社こと天神 JJ、 早口言葉ではありません、天神しそうな普通の言葉を送ってきてください。こちらもありますからね、はい、はい、ね。そして、3時過ぎにファンフラ公認のパクリ逆転クイズコーナードナルドあります、はい、このコーナーはリスナーの方に電話で番組に出ていただいてですね、ドナルドさんというちょっと変わったおじさんとお話ししたりゲームしたり歌ったりするコーナー、はい、出てみたい方は勇気を出して応募してください。応募するときは必ず電話番号と詳しいプロフィール、そしてドナルドさんとどんな話がしたいのか、どんなことやりたいのかなどをできるだけ詳しく書いてくださいね、はい、はい、事前にスタッフがこちらから1回ね非通知で連絡します。なので申し訳ないんですけれども非通知拒否設定の方ちょっと解除をお願いいたします、はい、ね。そして、すっげえやばいコーナーやばすぎて放送できないかも。本当にあ俺のコーナーでしょこれ、多分週刊バカボン通信ウィークリーバカボン通信のコーナーのこと。すげえやばいコーナーさらにコミュコミュクラブ今日のテーマこちら、私はスーパーアニマルを見たのかい、はい、これは信じられないほどすごい動物や、はい、信じられないほどダメな動物を見たというさまざまなタイプのスーパーアニマル目撃談を報告するコミュニティ、はい、アニマルは哺乳類、鳥類、魚類もいいの、爬虫類、両生類、昆虫もいいのね、などでも OK、うん、
例えば踏み切りを加え上に吊り上げられて下がってくる遊びをしている犬を見た。いるかいこんなの。例えば行列のできるラーメン屋さんに並んでいる猫を見た。列がちょっと進むたびに猫もちょっとずつ進んでいた。とか、はい、屋根の傾斜を使い滑っては登り滑っては登りと遊んでいるカラスを見た。これはありそうだね。これはありそうだね。すごい。僕が見たのは、はい、今から、もうそうですね18年ぐらい前、はい、はい、その当時僕中目黒の近くに住んでたんで、はい、中目黒商店街を、うん、夜仕事が終わって、はい、何時ぐらいですか、11時、12時、12時近く歩いてたんですよ、はい、雨上がりだったんで傘を持ってね、はい、もう雨上がってたん でこう歩いてて、で自分のアパートがある方向にね曲がらなきゃいけないから商店街からパッと角の道入ったんですよ、はい、まあ、入ったら、はい、ちょっとねレモン色っぽい15センチぐらいのトカゲがいて、はい、えっ、ー、と思って、見たことないトカゲだったから、えっ、ー、と思って傘の先でトントンってつついたんですよ。そしたらバッて立ち上がって襟巻きバッて広げて横のマンションに入ってたんですよ。襟巻きバッて広げてダダダダダダダッてマンションバーッて開いて中バーッて入ってた。ホント、こっから嘘だけど、はい、郵便受け開けて、はい、で領収書ばっかりだなみたいなね。請求書、そうそう請求書ばっかりだなみたいな感じで、はい、チッて言って6階まで上がってきました。まあ今のところ嘘だけどね。いやいやでも何襟巻きトカゲは本当襟巻きトカゲが立ち上がって襟巻きを広げて走っていったとこまで本当、はい、本当だって。傘でつついたら信じてくれねえのな。本当本当だって。傘でつついたらガッと立ち上がって襟巻き広げて横のマンションに入ってんだもん。本当だってうわなんで信じてくれねえんだよ人は。まあいいんですけどね、はい、まあまあまあそんな感じで ありますか、なんかミラクルなアニマル。いやミラクルななんか頭には亀が浮かんでんですけど、それがなんだかわからない。うわドシュールな展開で終了ということでございまして、はい、メールは NAC5 モバイルサイトよりホームページのナオンエアとタイムテーブルに表示されるそれぞれの応募フォームから送ってきてください、はい、そんなこんなで今週もバカ騒ぎで盛り上がっていきましょう。バカボーニーズカと山口沢のヒッツザトーンゴーバカボン鬼塚と山口沢がお送りしているヒッツザタウン。さあ、ここではですね、はい、小笠原聖さんが今日埼玉新都心で行われている埼玉シティマラソンのイベント会場にいてですね、はいはい、レポートしてくれるみたいでございます、はい、今日は、埼玉シティマラソンということで、はい、これはもうおなじみの小笠原ランでいいですか。ランで、小笠原走ると書いてランランで呼んでる。RN じゃなくて RUN じゃなくて走るって書いてラン、ランはい呼んでみましょうね。小笠原ランはい、うーって何ですか沢ちゃん、なんか僕の名前が出たとかにもうなんか最近イベントがあると小笠原さんに行っていただけてるので、はい、小笠原イベーでもいいんじゃないかと、はい、イベントでねイベーまあイベーでもランでもいいですけども、はい、そんなですね、はい、埼玉新都心の今欅広場に来ております、はいはい、2014年の埼玉シティマラソンの開会式がつい先ほど終わりまして、うん、埼玉市の清水市長、そして今年も登場します公務員ランナーの川内優輝さんも姿を見せたところでございます。はい、はい、そして今私がいるのではですね、そのメイン会場の周りに今回もですねたくさんのブースが出展をしているんですね、うんうんうん、その中でですねなんと1個親と思ったのが、はい、実は
新潟市のねブースがあるんですよ。へえ。でなんで新潟市があるのかというとちょっとね、はい、気になるところなので、うん、お邪魔してお話を伺ってみたいと思います、はい、あの新潟観光親善大使という方がいらっしゃいますのでちょっと伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お名前伺ってよろしいですか。はい、第4代新潟観光親善大使の小林さつきと申します。はい、小林さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの新潟市のブースは埼玉シティマラソンに参加されるのは何回目なんでしょう。はい、昨年に引き続き2回目でございます、うん、ちなみにこの新潟市が埼玉市のイベントに参加するきっかけ、ブースを出したきっかけというのはどういったことなんですか。はい、上越新幹線でつながっている政令指定都市の埼玉市さんと新潟市との観光交流の一環で昨年から出展させていただいております。なるほど。でこちらのブースどういったことを PR されてるんでしょうか。はい、新潟市の春の観光のおすすめ情報をご案内しております。新潟ではこの春4月1日から6月30日まで JR 各社との大型観光企画新潟デスティニーションキャンペーンを開催いたします。はい、はい、これね小笠原鉄としてもねこのデスティネーションキャンペーンっていうのはもうすっかりおなじみなんですけれども、よくよくはあのポスター貼ってありますよね。そうそう、バカボさん、そうなんですよ、はいはいはい、でこの時期の春の新潟おすすめ、うん、一押しってとどういったことなんでしょう。はい、今日から6月30日まで港町新潟食と酒の陣という酒どころ新潟の食と酒の魅力を味わっていただく催しがあります。いいなあらかじめ購入していただいたチケット1枚または2枚で新潟県内の酒蔵のお酒と一緒に新潟の旬の食材こだわりの食材を使ったお料理をお得に楽しめる3ヶ月限定の特別企画です。これいいですよね。いいですよ。これ今ねあのサンデーバーズの圭三郎さんが今、はい、リスナーの皆さんとこちらに行ってるっていうことなんですよね。そうなんですよね。はい、そしてまだまだ他にもおすすめのイベントあるんですよね。はい、4月12日13日には新潟市の時メッセの会場にて新潟うまさぎっしり博を開催いたします、うん、新潟ならではの美味しいものが大集合する食の祭典です。地元の海産物やお肉を使った丼物やラーメン、スイーツなど会場でしか味わえないオリジナルメニューがワンコインデートで楽しめます。いいなあ。もう上越新幹線で大宮から最短74分で結ばれている新潟市にぜひ遊びにいらしてください。はい、小林さんありがとうございました。ありがとうございました。近いんですよ新潟。近いね。近い、なんか本当に行ってるんでしょ、今日圭三郎くんなんかもういい思いしに行ってるらしいですよね。なんかこのねあの番組の中でもレポート入れるみたいですよ。あ、そうですか。あと後々入れます。そうですね、はい、そちらも楽しみにしたいと思いますが、はい、その他ですねこちらはですね、うん、東北の復興を応援しようということで、うん、今年もですね福島や青森などから郷土芸能が披露されるほか、B 級グルメとして人気の浪江焼きそばとか、いい、ね、八戸せんべい汁あとはね米沢牛の串焼きに山形の玉こんにゃくなどなど、うわお腹空いてくるでしょ。もうたまらんす。もうこういったものがもうその場で楽しめるというふうになってます、うん、ではこの埼玉シティマラソン明日のレースについてもねご紹介をしようと思うんですが、はい、明日16日日曜日の本番、今年はハーフの部に11,609人、3キロの部に4,115人ということで、合わせて去年より531人多い 15,724人が出場する予定になってます。うわすごいですよね。すごい大きい、年々大きくなってるっていうね、多くなってるっていう。はい、まあ、それに合わせて、まあ、今年も土曜日曜今日と明日の2日間にさまざまなイベントが行われるんですが、うん、このあともうすぐですこちらのメインステージではアスリートトークショーということで、あの24時間テレビの芸能人100キロマラソンのサポートでおなじみの坂本雄二さん、うん、それからプロテニスプレーヤーの佐藤直子さんによるトークショーも行われます。それから今日はね、あ、じゃあ今年はもう一つステージがあるんですよ、うんうん、あのいつもの欅広場からエスカレーターを一回降りた部分に、うん、あのプラザ2というイベントスペースがあるんですね。あ、ありますね。そうなんです。でここで盛りだくさんのイベント行われるんですよ。はい、今日はですねこの後午後3時からさいたま市で活動するミュージシャンの皆さんによるライブステージが行われます、うん、で MC はナックファイブでおなじみの山本昇さんと松浦千佳さんが務めますので、ほうほう、こちらもお近くの方ぜひ駆けつけていただきたいと思います、うん、さらに、うんうん、明日はさっきお話した圭三郎隊長、うん、あの戻ってきた明日はサンデーバーズありますんで、
そのサンデーバースをこの埼玉シティマラソンの会場特設ステージからプラザ2から公開生放送でお届けいたします。なるほど。メンバーも豪華でございますよ、うんうん、ゲストランナーにモナカの池部愛ちゃん、はい、それからナックファイブレポーターの村山なごみさんや、うんうん、シンガーソングランナー、そして明日は3キロを走った後に朝9時30分からライブも行うという川端明さん。すごいね。すごいでしょ。シンガーソングランナーですね。そう、これ曲のタイトルでもあるんですけども、明日は文字通りですから。そして今の登場してくれました、開会式に登場しました公務員ランナー川内優輝さんも走った後に番組に登場してくれる予定になっております。はいはい。その他ですね、いつものように僕は、スタートゴール地点を中心に実況レポーターとして参加しますし、うん、ジョスポでおなじみの福島若菜ちゃんが、うん、今回初めての試みとして中間地点からレポートします。おお、これちょっとよりね臨場感のある番組になると思いますんでね、うん、ぜひ皆さん明日は朝からラジオを持って埼玉新都心にお越しいただきたいと思います、はい、で明日はこの番組が終わった後、今のプラザ2のステージで、今度は僕が午後2時までステージの司会を務めて4時からスポナウというですね、すげえ一人マラソンみたいな状況になりますんで、はい、ぜひ、お付き合いいただきたいと思います。そうですね。で出場者の皆さんですね、今日と明日ゼッケンの交換がこちらで行われてるんですが、はい、明日は当日で朝混み合いますので、うんうん、できるだけ今日の夕方5時までにお越しいただきたいと思っております。5時まで、はい、ゼッケン引き換えられるんですね。今日時間余裕ありますし、はい、イベント今日もやってますんで、はいはい、今日の方がよりゆったりと楽しめると思いますんで、そうですね、今日と明日の2日間ぜひ埼玉新都心お越しいただきたいと思います。はい、はい、以上埼玉新都心埼玉シティマラソンイベントの会長から小笠原蘭がお届けいたしました。はい、ありがとうございましたねえ、はい、ということで埼玉新都心で行われている埼玉シティマラソンのイベント会場からね、小笠原蘭子と小笠原聖子、レポート入れてくれましたけども、はい、明日朝8時からの放送のサンデーバーズ遊びの天才、ぜひこちらの公開生放送ですから見に行っていただきたいと思います。っていうかね、もうね明日ね朝からもうずーっとナックファイブ聞いてればわかります。でもちょっとたまらなくなったら会場に駆けつけてくださいよね、お願いいたします。さあ、ここで埼玉シティマラソンからのお知らせでございます。明日3月16日日曜日、埼玉スーパーアリーナをスタートゴールとする埼玉シティマラソンが開催されます。これに伴いですね、埼玉市では朝7時20分から昼11時30分まで、道路交通規制が行われますので、ご注意ご協力をお願いいたします。はい、マラソンコースはね、はい、埼玉スーパーアリーナをスタートしまして、新都心エリアを抜けまして旧中山道を北浦和駅方面へ向かいます。はい、で新浦和橋から国道463号バイパスを通りまして、浦和駒場スタジアム横を通過します。はい、で花月北交差点を通り、不動屋交差点からは第二産業道路、県道1号線ですね、これを大宮方面へ、で南中の南交差点から大宮駅方面へ入りまして、自治医大埼玉医療センター横を通り、千元町交差点へ行きます。でそこから、産業道路に入りまして、再び新都心エリアを抜け、ゴール地点の埼玉スーパーアリーナ前へ向かいます。はい、これがマラソンコースでございます。で朝7時20分から昼11時30分の時間は旧中山道国道463号バイパス、第二産業道路およびその周辺道路は混雑が予想されますので、迂回にご協力をお願いいたします。国道17号バイパス、国道16号、国道298号、国道122号では交通規制はありません。はい、また路線バスの運行につきましてはね、迂回運休または大幅な遅れで運行となることがありますので、ご利用の停留所の案内でご確認をお願いいたします。またコース周辺の道路では警察官競技役員の指示に従ってランナーへのね温かいご声援頑張れお願いいたしますよ。はい、以上埼玉シティマラソンからのお知らせでした。山口様がお送りしている It's the Town!
さあということで、卒業にまつわる珍プレー、好プレー大勢、何言って春だからだよ卒業にまつわる珍プレー、好プレー大全集です。ラジオネーム、マムタム、はい、つい昨日だったんです、卒業式、もう卒業式の、ね、時期だね、来週もかな、はい、引き続きつい昨日だったんです卒業式、はい、大好きな先輩が卒業するという悲しい卒業式、私は先輩を探すのに夢中でした、はい、やっぱ高校になると人数が多いせいか卒業証書授与が長い長い、はい、そうだよね、うん、涙のする音など聞こえて悲しみの中、隣の子が爆睡、そこまではいいのですが、はい、しかししばらくして変な声が、とふと隣を見ると隣の子がめっちゃうなされてる、はい、こんなことあるかね卒業式で後輩でね、卒業見送る方で爆睡まではわかるけど、はい、うなされるかね静かな体育館の中、しかも卒業証書授与の時、はい、隣の子のうなされる声が大きく響いてみんなの視線が痛かった、はい、でも私は笑うしかできなかったうわっうわっうわっあーげーばーって流れてる川口誠、はい川上よしこ、はいやってる時にうわっあげーばーどうし三輪さんで歌ってみます三輪さんで ラジオネーム俺の軟骨、私の卒業した中学校では卒業式の朝に校門で在校生の女子生徒が卒業生の胸に花をつけてくれるのが恒例でした。ああ、朝ね、はい、卒業式の朝やってきて、登校してきたらつけてくれるんだね、うん、はい、私は男なので知らなかったのですが、毎年女子の間では人気の先輩に誰がつけるか花を、はいはい、でバトルが勃発していたそうです。私が中3の卒業式の日、いつも通り仲の良い5人で登校すると、私以外の4人のところへ花を持った女子が群がりました、はい、私はまあ仕方ないかと思い、前を見ると一人の女子が、これはまさかと思いながらも私の方に向かってくるので少しドキドキして待っていると、彼女は私の横を通り抜け、丸々先輩卒業おめでとうございますと私の後ろにいた男の元へ。私はその後こっそりと花の入った段ボールから花を一つ抜き取り自分の胸につけて卒業式に挑みました。なんだか別の意味で泣けてきましたこれは彼は俺側の人間だね。ね、そうか、そうだよな、自分で、そうか、ダンボールつけてくれなかったら自分でつけんだまあないんだろうけどね、はい、そんなことない、たまたま人気の子がいてさ、はい、ちょっとタイミング的に舞い上がっちゃったのかもしれないけどね。でもタイミングってあるじゃん、うん、待ってんのも嫌じゃん。嫌だからもう一回ターンして戻ってもう一回来る、ね、えこうやって4人つけられてこうやってあ行くぞっていうのに、はい、いやちょっと俺あのなんつうのも嫌じゃんそうするとはいわかりましただってもうはいはいはい忘れてましたなんて言うのも切ないじゃん、うん、ちょっとなんか空いてる時間に行けばいいんだ、うん、で5人で行っちゃいけない、1人で行かなきゃな、ラジオネーム、はい、うマンボからいただきました、はい、40歳女子、私は去年、はい、子供の卒業式で時間が遅刻寸前になってしまいました。でもなんとか会場の体育館に並んでいる列に間に合いよかったと思い、その列に並んでいると参列者の方を大きな拍手でお迎えくださいとアナウンスが流れ、何と思いながらも私は拍手の中一緒に前に進むと、それは PTA の方々や他の学校の校長先生やらのお偉いさんの列だったらしく、私はただの一般ピーポーなのに一緒に半分ぐらいまで会場の中に入り、途中で空いている席に着きました。卒業式が終わり、子供にも他の知り合いのお母さんたちにも超目立ってたよバカだねと笑われ、その後の謝恩会でも先生や
またまた父母さん方のネタになり散々でした。わかんないもんな。あ、列だと思ったら自分となんかちょっと上だけど、まあこの列かなと思って。来賓だ、ご来賓の皆様、拍手を持ってお迎えください。さあ、卒業にまつわるチンプレコープレー大全集、ね、はい、いろいろあると思います。そうか、謝恩会っていうのもあるね。この後高校とか中学も、はい、終わった後の謝恩会の思い出、どうでしょうか。メールは NAC5 モバイルサイトよりホームページのナオンエアかタイムテーブルに表示される応募フォームから送ってきてください。ファックスは 048-650-0300 048-650-0300 でございます。これはあれでしょ、その学校だけじゃなくてもいいんでしょ、全ての全ての卒業、この支配からの卒業でもいいんでしょ。そういうやつでいいんでしょ。何かから卒業しましたでもいいんだね。はい、もうあの去年までこれやってたけど、もうこれは卒業しました、はい、そういうやつでも構いません。今すぐにこちらまで。It's the town. サワー山口のコロコロクイズ。始まりました、ヒッツザタウンの名物コーナー、沢山口のコロコロクイズ。このクイズはまさにタイトルの通り、言葉のイリュージョニスト沢山口がサイコロをコロコロと振り、出た目の数だけ答えに関するヒントを出します。皆さんは沢山口が出た、あ、言ったヒントを手がかりに、出たとか言っちゃった正解を導き出していただきたい。まずは沢山口さんにヒントを出してもらう今日の答えを見てもらいましょう。どうぞ。はい、うん、私今日は、答え知りません。今日も、はい、今日もいつもの通りリスナーの皆さんと同じ立場でございます。はい、では、はい、まず沢山口さん、サイコロを振っていただきましょう。はい、レッツコロコロ。おお出た目の数はいくつ。5です。行分かりづら。5です。5ということはヒントが5つ出ます。はい、あーね、6個あるヒントのうちほとんどが出るってことですよ。これは今日は分かりやすいかも。じゃあ行ってみましょうね。はい、ヒントその1、彼女登場。彼女登場じゃないですか。彼女登場。はい、はい、ヒントその2、犬が食いつくよね。え、犬が食いつくよね。はい、ヒントその3、髪ですいません。紙ですみません。紙ですみません。ヒントその4、大損して漫画な。大損して漫画な。ヒントその5、どれにするか迷うよね。え？どれにするか迷うよね。はい。わかりません。ヒントその1、はい、彼女登場、うん、ヒントその2、犬が食いつくよね、うん、ヒントその3、紙ですみません。ヒントその4、大損して漫画な、うん、ヒントその5、どれにするか迷うよね。はい、これ何かを指し示しているの。はい、これでもう答えがあれしかないな。あれしかないな、あれしかない、あれしかないな、うん、へえ。ということは、わ、これ分かる人はもう今もう本当に、もう、ああ、はい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 、はいはいはい、この時期。あ、なんかヒント出しちゃう。全然嘘これ。どっち。嘘。分かった方は今すぐ答えをこちらに、メールは NAC5 モバイルサイトよりホームページのナオンエアとタイムテーブルに表示される応募フォームから送ってきてね、はい、ファックスは 048-650-0300 048-650-0300 です。正解した方の中から抽選で1名様に沢山口さんのメッセージ付き NAC5 ステッカー差し上げます。正解者がいなかった場合は近いと思われる方に差し上げます。応募の締め切りは2時だろう。
たっぷり差し上げますね。そうですね、もう一度言いましょう、はい、ヒントその1、彼女登場、はい、ヒントその2、犬が食いつくよね。ヒントその3、紙で済みますね。ヒントその4、大損して漫画な。ヒントその5、どれにするか迷うよね。あれ俺これ十何回読んでも分かんないと思うね。じゃあ行きますよ、はい、それでは受付スタート。 Hits the town Hits the town コミュコミュクラブ。マニアックな人たちが集まるコミュニティ、コミュコミュクラブ。今日のテーマはこちら、私はスーパーアニマルを見たのか。はいはい、どんな来てるんですかね、はい、ラジオネーム花粉つらいですさん、はい、某大型医療店に、はい、はい、行った時のことです、はい、医療店、入り口の自動ドアが開くのを待ってる猫が一匹いました。はい、そして私が入るのと同時にさっと猫も店内に。猫はまるでお客様のように颯爽と店内を練り歩き、試着室に直行、はい、そのまま上がり込み丸くなって寝てしまいました、はい、店員さんに言うと、あー猫店長ねとあっさりつまみ出されてしまいましたが、はい、猫も店員さんもこれが日常なのと思ってしまいました、うん、へー、もう店長と呼んでるんだね、はい、好きなんですそこは、はい、その試着室が暖かくて、はい、うん、それもわざわざそこに行くんだもんね、うん、待ってて開くの待っててね、もう分かってるよね完全にね、これ寝床。そうですか、ラジオネーム手付けからいただきました。何年か前に伊東に釣りに行った時のことです、はい、その日は絶好の釣り日和で魚の活性が高く、水面には、ナブラが立ち、あの鳥山ができて、イワシが逃げ惑い、ルアーを投げれば40センチぐらいのサバが入れ食いでした。ほう、そして堤防から足元のテトラポットを見ているとそこにはカニが、なんとそのカニはサバを取って食べているのです。え、あ、違う、サバじゃない、イワシだ、イワシをサバじゃねえ、イワシを取って食べているんです。仁王立ちしているカニの両ハサミにはイワシ、珍しい光景が見れました。へー、そうですか、じゃあもう水面、あの堤防近くまでイワシの群れが来てたってことだね、もうカニがバッと取れるぐらい。はあ、そんなこともあるんだね、珍しいですね。ラジオネームボーボーボリューミー、昔飼っていた緑亀、赤目来たよ、あ、来た、2本足で立ち上がり、右手を壁に当て首を伸ばしていました。様子を見ていたらもう一匹がその亀の甲羅に手を当て立ち上がり、はい、2匹して同じポーズを取っているではありませんか、はい、おすごい、亀が2匹揃って壁に片手をつけて立っているんですよ。しかもこっちを見ている、はい、It's miracle。 うわわわ、これすごいね、はい、これいやいや、だから日本の足で立って壁に右手を壁について首こうと伸ばしてこっち見てる、その甲羅に横が同じ風にしてこう首伸ばして立ってるってことでしょ、はい、うん、見てみ見てみ見てみってことでしょ、何何何何、どこ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 、あれ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 、すっげーじゃん、そういうことですよね。じゃあ降りるときはまあまあまあ、あの下から降りてくれないとね、ね、次からね、そうそう、甲羅に手当ててる方からこう降りてくれないと、まあ、自分として挟まってる状態ですからね。ラジオネームヨボヨボ天使、はい、昔我が家には父が可愛がっていたインコが13羽いたのです、はい、その中で緑色のちーちゃんは、はい、なんでみんなちーちゃんって言うちーちゃん、うちもちーちゃん、うちもそう、ちーちゃんとピーちゃん、ピーちゃん、あ、この大人に翼を広げれば、あれ飛んでた飛んでた、ちーちゃん、そうそう、飛んでたやつね、飛んでたやつ、一瞬何を言ってるのかな。
すいません、はい、この方何をおっしゃってるんですかと思いました。緑色のちいちゃんは、うん、父が新聞を読んでると、うん、端っこをくちばしで切り取り器用に丸め父に向かってプッと吐き出しクッと声を出しています。そして紫色のピーちゃんやっぱピーちゃんだ。ピーちゃんは父がタバコを加えるとマッチ箱を器用に開けてマッチを1本父に持っていくというインコがいましたよ。残りの11羽は何もしませんえ、すごいじゃん。じゃあ見てて覚えちゃったんだね、うん、これね。へえ、そうですか。なんかうちも昔インコがやっぱね増えちゃうんですよ、バーっと。あ、インコって本当に14、5羽いて、うん、その時はもうそんな感じでしたね、うん、必ず決まった場所に泊まるんだよね、あ、インコは、うん、だからこう話してると必ずあの母親の肩とか、はい、必ずなんかでこっち連れてこようとすると逃げんだよね、頭の上に逃げて、はい、で反対側の肩に逃げてって逃げ回るんだけど、うんうんうん、そういう思い出ありますね。ちゃんちゅんちょん、猫を飼っている友達の家に遊びに行った時のことです。はい、部屋でテレビを見ていると猫が外に出たそうにベランダの窓をゴソゴソやっていました。すると遠くから友達に開けてやってと言われたので、はい、そっと猫の後ろから窓を開けてあげると僕の方をパッと振り返ってお辞儀をして外に出てきました。僕はすっげーめっちゃしつけ行き届いてるなとびっくりして友達に報告すると、うん、たまにやんだよね教えてないのにとのこと、猫のお辞儀めっちゃ可愛かったです。ありえますね、すごいです。猫のため息の話聞いたことあるんですけど、ため息なんと猫が知り合いの猫がため息をつくんです、うん、でなんでつくかしてるって言われて、うんうん、なんでですかって言ったら、うん、外の鳩にバカにされて、うんね、お前出てこれないだろうって、うんうん、だから出てこれないなと思って、うん、はぁ、あまた、ため息つくんだそうです。そうなんですね、猫ってナイーブなんですね、ナイーブなんですね、ほんとですね、はぁ、あ、さということでございまして、私はスーパーアニマルを見たの回です。今すぐにこちらまで It's the town ごく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 青いしウォーターワンの天然水、水、体、毎日ウォーターワンの天然水、はい、ただいまよりウォーターワンが2時をお知らせします。 The Town バカボン鬼塚と山口沢がお送りしているヒッツザタウン、さあここで本日のスペシャルゲスト一組目をお迎えしました。俳優の木野本峰博さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。木野本さんでございますけれどもですね、はい、はじめましてでございますね。はじめまして、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。ちょっとプロフィールを紹介させてくださいね、はい、1989年11月22日生まれ、はい、滋賀県のご出身でございます。滋賀ですか。滋賀でございます、はい、意外とこの滋賀っていうと、はい、ね、はい、ちょっとあれですか、はい、滋賀県っていうと、うん、忍者の里ですか、うん、ありますね、ありますね。伊賀甲賀三重とバチバチしてる場所ですね。バチバチしてる場所ですよね、はい、そうですね、あります、あります。そうですよね。あとヒコニャンとか最近有名ですよね。ああ、そうですよね。ゆるキャラの先駆け的存在。そうですね、はい、僕知り合いが今滋賀に、はい、単身赴任でいるんで一回遊びに行ったことあるんですけど、はい、あ、はいはい、こう、伊賀の近くでしたね。伊賀の近くの方でございます。ちょっと山あいの方です。山あいの方です。全然ちょっとこう、うん、なんていうか集落というか、そこがちょっとこう町々によって全然違うというか、大都会もあれば本当にガッと開けてるところもあって、いろいろありますね。駅によってはそうなんかこう都会があったり、ね、田舎の風景があったりっていうのは違いますね、はい、でもいいとこですよね、滋賀県でね。ありがとうございます。うん、すっごくいいとこだと思いました。で、はい、仮面ライダーダブルで、はい、照井龍仮面ライダーアクセルを演じておりましたね、はい、おりました。仮面ライダーやってました。ダブルですよ。ちょこっとだけ見てました。あ、ちょこっとか。ちょこっとなんですよ。ちょこっとか。でも人気あったじゃないですか、ダブル。いや、ありがとうございます。おかげさまで。その後スピンオフで、はい、僕が主役に2号ライダーだったんですが、はいはい、主役になった作品も作っていただいたりしましたので、はい、本当に
おかげさまでありがとうございます。どっかで、ね、見たことがあると思ったらやっぱりそうだったんですね、仮面ライダーだったわけなんでございますけれども。いやもう全然雰囲気違うって言われるんですけどね。あ、そうですか、はい、お顔はねでも特徴がありますね。そうですか、すごいこう固い役だったんですよ。口癖が俺に質問をするなとか、はあはあはい、絶望がお前のゴールだっていうのを、はい、こう眼光鋭くみたいなトカゲが書いてるそういう役どころだったんですよ。ほう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 、眼光鋭いですもんね。眼光は鋭いですよ、っていうか目がもう本当独特っていうか目力があって、ラジオで伝わるかどうかなんですけども、でもラジオだからこそ言いますよマイク見てますよ今すごい、マイクを通して目力がラジオから流れてきたらすごいですけどもね、その後もテレビ映画舞台で活躍する俳優さんでございます、はい、で来月再来月ですね、はい、5月3日土曜日と4日日曜日に、銀座ブロッサムホールで行われる舞台リーディング公演、はい、僕らの図書室3でいいですかね。はい、僕らの図書室です、3、みんなで読書会に出演ということでございます、はい、そんな木野本峰博さん、はい、最近はあのイギリス BBC で放送している海外ドラマシャーロックにハマっている。ハマってますね。あ、なんでカンバーバッチじゃなくて、なそれってベネディクトカンバーバッチですね。カンバーバッチ、カンバーバッチですよ、はい、熱いらしいですよ今英国男子っていうのが、うん、なんかねえ現代に置き換えたそういうあれですね、シャーロック・ホームズなんですよね、はい、大人気シリーズですよね。もう1話1時間半ぐらいあるんですけど、で、うん、各シーズン3本ずつ、ほうほうほう、でその内容がすごく濃くて、うん、ドラマっていうよりも映画を見てる感覚で、映画ほどこうなんていうんですかね、深いというか、そのでドラマ的なライトな部分もあって、はいはいはい、すごく見やすい。なるほど、はい、それはあれなんですか、オリジナルの事件が起きるんですか、その世界で。一応もともと小説、はい、コナンドイルのものを元にして、元にして今風にアレンジした事件ということなの、はい、じゃあシャーロック・ホームズ、昔のシャーロック・ホームズコナンドイル版が好きな方でも楽しめる、そこに現代の科学捜査とかを持ち込んだりするとこうなるみたいな内容があったりとか。そうっすね。でそれ昔で戦ってた内容とかがその今になると、うん、こうスマートフォンとか、はあはあはい、パソコンとかを駆使して、うん、操作したりとかするので、うん、へえ、そうなんですね。いやいつもね気になってはいたんですよ、すごい大評判だからこのシャーロック。はい、気になってはいたんですけど、まだ見る機会がなかなかなかったんですけども、ぜひぜひ見てください。今完全に木野本さんに背中を押されました。あ、ロックされた、はいはい、グッと押されたんで俺今日帰りひょっとしたら DVD に手を伸ばすかもしれない。え、結構いっぱい出てるんですか。シーズン2まで確か放送されてて、まだシーズン3が1月にイギリスで放送になったばかりな。なるほど、じゃあまだ追いつけるんですね、はい、最新の内容なので、はい、シーズン、じゃあ1は2まで行ってましたっけ、 DVD か1だけでしたっけと思いますね。2まで行ったのかな、行ってると思います。なるほど、はい、こちらはじゃあ確かね、はい、この前1巻 DVD 見たんで、はい、それ多分シーズン1だと思いますけど、それは確実に手に入るので、はい、ちょっと見てみようかな、はいね、小説がちょっと硬いかなと思うと、で昔の映画だと重いかなと思うと、ちょっとこうライトなノリだったりアクションとかそういうのもあるので、ね、面白いですね。いや、カンバーバッチさんの芝居がめっちゃ、めちゃくちゃ面白いですね。ですよね、はい、スタートレックとかで悪役やったりとかするでしょ、うんうんうん、やってますね、はい、なんかね、やっぱり、ね、両方できるのってね、尊敬しちゃいません？いやー、もうすごい羨ましいですね。すごいかっこいい役もできれば、すっごい悪い役もできるっていう。でそのライダー、仮面ライダーやってた時に、やっぱりヒーローっていう風に言っていただけると、うん、それをなんか壊したいというか、もっと悪役やりたいなとかっていう欲になりますね。はい、なんかいわゆるストレートなヒーローよりもちょっと影があるというか、結局はなんか誰かを守ってるんだが、うん、それがちょっと起点になってるのがダークネスな部分だったりとか、はい、そういう役とかね、うん、それまさにカメラの役そうでした。あ、そうなんですね。家族が殺されたから僕は敵を殺すんだっていう、復讐するんだっていう意思のもと戦ってる人でした ね、はい、ね。だから場合によってはそのせいにもちょっと歪んだ方向に行ってしまいかねないようなものを持ったヒーローっていうの、この頃でも多いですよね、そういうダークヒーローみたいな。違いにこう、その多分アメコミとかでも、戦うとは何だとか、その昔みたいにこう
昔というか話がこう簡単じゃなくて、はいはいはい、あの掘り下げていく部分がたくさん多かったりする、そういうヒーローものとかも見るのも好きなので。そうですね、はい、あのマン・オブ・スチールとか、あのスーパーマンですね、はい、とかあの新しいなんだスパイダーマンもやっぱちょっといろいろあるみたいですし、ありますね。なんかね、あのヒーローものもただ単にヒーローだって扱うもう時代ではないっていうことですよね。最近まで撮影していた映画の監督さんの共通の知り合いが飲みに来ている常連であることが分かり、すごく驚く。ちょっとなんか文章を読むとちょっと複雑です。よく、これ話すと 長くなりそうなんですけどいいです。あのですね、最近まで映画を撮ってまして、はいはい、でそこの監督さんとその撮影の合間にお話をしてて、うん、よくお酒飲むのみたいな会話になったんですよ。はいはいはい、でもお酒好きですよ、はい、って言って、私その監督業のその合間空いてる時に恵比寿にあるお店で働いてるのみたいな、はい、この口調からして女性監督って。女性監督でございます。女性の監督、まあ、こっちかもしれないですけどもそれも分かんないけど、分かんないけども、はいはい、でその監督さんが、はい、どこどこにあるこういうお店なの、たこ焼きバーなんだけど、えって、そしかもしかしたらそこにこういうお客さん来てますかって、うん、え何々さん何々さん、その人僕の写真集の編集をしてくださった方なんですよ。おでその人が常連で飲みに行ってるお店が監督がそこでバイトをしてたと。でその編集さんに僕もそのお店に飲みに行こうってすごく誘われてたんですよ、はい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 、それがすごく驚いて、うん、でしかもそこが系列店にオカマバーがあるから、うん、絶対行きなって言って根本くんモテるから絶対行こうって言ってその編集部さんに言われてたんですよ、はい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 、俺と一緒にモテに行こうぜってハーレムを作ろうって言ってた。いやまあそのハーレム僕はちょっと早いかなと思ってたんですけど、うんうん、まあそう監督がそこで働いてるっていうのが分かって、うん、じゃあちょっと行きやすくなりますねみたいな話をしてたんですよ。なるほど、はい、それ以降行ったんですか。いや怖くて行ってないまだまだ怖くて行ってですよね、うん、そうなんですよ ねなかなかこう敷居が高いというか、ね、でもつながるってそういうことなんですね。うん、なんか縁って本当にあるんだなと思いました ね、はい、驚くべきところでつながっていくんですね、はい、さあここでワンミニッツクエスチョンさせてください。もうちょっとあの質問させてください、はい、これから1分間矢継ぎ早に質問します、はい1分間はい、なのでスピーディーにパパッと答えていただいて後でゆっくり突っ込みますんで、はいはいはい、よろしいでしょうか。直感ですね。直感ですね、はい、でなぜそういう答えをしたのか後で聞きますからね。わかりました。それでは行ってみましょう、はい、木本峰博さんへのワンミニッツクエスチョンスタート。はい、最近びっくりしたこと何かありますか。びっくりしたこと、僕花粉症なんですけどあんまり花粉症が来てない。ほう、今一番好きな食べ物は何ですか。牡蠣。最近自分が情けないなと思ったことは何かありますか。情けないな、緊張すると喋れなくなる今一番行ってみたい場所はどこですか。行ってみたい場所、USJ に新しくできるハリーポッターのアトラクション。あ、最近嬉しかったこと何かありました。うん、花粉症があまり来てない今一番欲しいものは何ですか。欲しいもの、ぬくもりこれまたなんか笑っちゃいいのか最近ちょっと悩んでることとかなんかありますかね。悩んでる、花粉症が微妙に来てる、はい、お今一番癒されることは何ですか。布団の中。最近挑戦してみたいなと思ってることは何かありますか。挑戦ですか。挑戦か、うん、挑戦は、トライしてみたい、こんなことやってみたいな。あ、そろそろ免許を取らなきゃ。え、オカマバーオカマバいやいや、オカマバーもですけど免許を取らなきゃ引っかかったんです免許まだお持ちじゃないんです。持ってないんですよ、自動車運転免許。俳優には必要でしょ。でも今後、オフレコでお願いしますつい言っちゃったけいやいや、そうでもないですけど。そう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 です、ね、でも取らないといけないですね、うん、そうなんです。どんな車乗りたいとかありますか。ミニクーパー。あー、ミニクーパー僕乗ってるんですよ、はい。いいな。ニューミニの方ですけどね。あ、ローバミニの方がいいんです。あの前のやつ、ね、前の方、前のあのちっちゃいやつ。あ、いいですね。ミスタービーンが乗ってるような。はい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 、いいですね。超かわいい、似合いそうですよ、うん、でも体大きいからこうなんなっちゃう。もうなんか、あれみたいなね。いや、そんな大きくない。こんな大きくない。そんな大きくない。上パカッて開けて顔だけ出して。どうして後ろ見る。ジャイアント馬場さんぐらい。
本当リアルミスタービーンになっちゃうけど、まあ、ミスタービーンというあだ名をつけられたこともありましたから僕ちょっと似てらっしゃいますよね。本当にいわゆるあの外国の方のような目をなさってます、うん、小学生の時若干それがショックだったんですよね。あ、そうですか。なんか小学校の時はミスター・ビーン、ハリー・ポッター、ハリー・ポッターにも似てる、アタチユミさん、ああ、私も言われたことありますね。ちょっと外国から離れてザ・日本人の女優さん、アタチユミさんでそこで盛り上がっちゃうと。あ、キーラ・ナイトですか。あ、それはない。ああ、どうなんだろう。でもそういう名超美人じゃないですか、はい、うん、でも女子だったら超美人だった。なんで足立由美さんと女子ばっかあげるのなんか女子顔なんだと思う。ちっちゃい時鈴木蘭蘭さんに似てると言われたことがあります。似てます。お、蘭蘭に似てる。蘭蘭だよ。その違うキャラだ。そういう時は泣かないぞえメモ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 すごいですね、はい、最近びっくりしたのは花粉症が微妙に来ているが思ったより来ていない。思ったより来てないんですよ。ほんとひどいんですその花粉症が、うん、あのいろいろその民間療法を試すんですよ、はい、カスピカヨーグルトがいいよとか、はいはい、天茶が効くよとかまあ全く効かないんですよね、うんうん、で東京滋賀県に住んでる時は全くなかったんですよ、はい、で東京に出てくると花粉症がすごくひどくなって顔の形が変わるぐらい目が腫れちゃう、あ、鼻水が出る、鼻をかむ、鼻が赤くなる、うん、肌が荒れる、うんうんうん、でもその負のスパイラルに陥るわけですね。なるほど。なんか違うんじゃないですか、あのいわゆるアレルギーになっているやつが。スギ花粉ではないんじゃないですか。何花粉だって、スギ花粉だと今ものすごいんでしょきっと、うん、スギ花粉じゃなくてな別の何かなん、ちょっとアレルギー検査行った方がいいじゃないですか。やりたいっすね。だって滋賀にいた時なかったんでしょ。全くなかったんですよ。それでまあまあありえますけど、あのなんか許容量を超えたらあの花粉症じゃない人もなるっていうからね、はい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 、それも考えられますし、あと東京にいると鼻毛伸びるの早くないですか。うん、早いです。でそれありますよ。それも影響してんじゃないかな。まあ、してないか。鼻毛が伸びるの早い東京に。鼻毛は伸びますよ。でもそれで花粉症が治ってきたんですか。いや、その花粉症対抗するためのこう防衛本能なのかなと。伸ばしてこれは来ないぞみたいなのやってるのかなと思っても、まあ、切っちゃうから関係ないんですけどね。そうですね、はい、でも微妙にでも来てるんですよね。微妙に来てますということは、なんか別のも考えられるっていう、まあ、一つの選択肢としてなんかね。ああ、でもやっぱちゃんと病院行った方がいいってことですよね。うん、なんかそれに有効なもの違うじゃんそれぞれで。うんうんうん、まあ杉花粉も今日明日からすごくなるんですって、またすごくなんですか。でこれで微妙だったら、杉じゃない可能性もあるって感じですね。杉じゃないと何があるんですかね。いろいろあるんでしょ今、はい、アレルゲンが、うんうん、でもなかったらいいですね今年。ハウスダストもあるっていうし、去年は注射打っちゃったりとかしたので。あらららら、らでも深刻な問題ですよねこれから暖かくなってくるからね。そうなんですよ ね、 ねえ、最近自分が情けないなと思ったら緊張すると喋れなくなる。そんな感じ全然しないですけど、今めちゃくちゃ空元気ですよ。、うん、終わったらぐったりしちゃう系ですか。あのぐったりしちゃいます。あの本番前に本当になんかそのエナジードリンク系を飲もうか飲まずか悩んで、飲まないで頑張ろう空元気みたいな感じですか。へえ、うん、いやかなり面白いですよ。ラジオ出慣れてる感、出慣れてる感が、はい、実はやってたんですよ。そのやはり、そうなんです。2年前に2年前、はい、一人でパーソナリティというか、うん、45分の番組をずっとやってまして。へえ、一人しゃべりで。一人ですね。あの作家さんとかいなく、うん、自分で内容考えて、うん、話して、うん、で後半は見に来てくれるお客さんに紙を配って、うん、その質問に答えるみたいな、そんなことをやってましたね。すごい、慣れてらっしゃる。え、でも実はじゃあ普段はあまり喋らない。喋らないです。えあんまり。何よく喋りますか。何よく喋る。何語日本語、日本語何単語。単語ツッコミ。朝起きて一番最初に一人暮らしですか。一人です、はい。何が一番最初に発生します。は例えば水洗う時お冷てとか。あ、お湯出します。朝起きた朝起きて出かけるまでに第一声が何ですか。ないですね。喋らないと。喋らない。歯磨いておえっていうぐらいじゃないですかね。じゃあ次の独り言がないってことですね。独
あれとかマネージャーさんに会うまで何もないなかったりしますね。あれあれ携帯どこや、携帯にもそういうような、はい、あ鼻歌とか、あ鼻歌鼻歌みたいな、音喋んないんですね。一回部屋にマイク仕掛けてもらっていいですか、一日撮っていいですか何か喋ってるかもしれません。絶対喋ってます。え、無意識の方が怖くないですかそれ。怖いですけど。怖いですけどね。でもテレビ見てて自然に突っ込んでることってあるじゃないですか。ありますよ。多分それは意識せずに喋ってるから自分の中でそれはなんかカウントしてないですね。喋ってる。あ、じゃあやってることはやってるんですね。多分やってるね。おい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 とか言ってるんだ。だから役の真似してみたとか。役の真似したり。役の真似。役の真似。だからこの人のなんかのセリフを ドラマの中で、うん、気に入ったセリフがあったらその場で言ってみるとか。あないな。いや分かんない、これは本当分かんないです。意識してないだけで。でもなんかドラマ見ながらなんとなくこのセリフだと次この言葉がつながるなみたいなのはボソって言ってるかもしれないです。ああなるほど。で相手が言ったりなんかして正解。あ当たった。当たった。おお。あでも。それはやってるかもしれないっていうか それがなんか結構訓練になってたりしますよね。なんかそうです、会話をするときにはそのセリフとか読むときには役立ってることはあると思います。はいね、うん、だから役者さんってほらかわいそうだもんね。かわいそうかわいそうですよ。だって物語の頭から最後までオチまで分かってんのに分かってないようにやらなきゃいけないんですよ。その場で初めて言われたようにね、全部最後どうなるか知ってんだよ。知ってますね。でこうやってしゃ例えばこう 相手役とこう喋ってて、はい、ああこいつ最後に死ぬんだよなって思ってても思ってないようにやんなきゃいけないんですもんね、うん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 、ね、それでちょっとなんかセリフを言わなきゃいけないし、初めてそういうシーンが来て泣かなきゃいけないし、うんうんうん、親友役とかさ、初めて泣くシーンの時にすごく感情を作ってたんですよ、はい、で自分の親の敵が目の前にいる、うん、でも自分の力が及ばない、悔し涙を流すっていうシーンだったんですね、うん、はい、で、すごく感情を作ってたんですよ、うん、そしたら監督がもう間髪入れずに目薬っつって、うわ今必死で作ったのに監督の間じゃなかったってことですね涙が出る間がね監督はもう早くしろと、そこまで待てない日が沈むから早くしろってことだったんですねどっちかっていうとね、光関係周り関係の方がね大事っていう、ね、でその後そのプロデューサーの方にあのシーンの涙良かったねって言われて超複雑なんですよねこれ目薬って言えないほらもう役者さんって大変だよ。そうやって自分の感情通りに撮影が進まないっていうのはあるもんね。いやそこ、その感情待ってくれる監督さんもいるけど、うん、これ重要だからこのシーンはつって作って感情作ってつって、うん、ね、で回しっぱなしにしてとかそういう監督さんもいるじゃないですか。連続ものだと監督がこう変わっていくことが多いので、はいはい、その時はそのなんていうかその順応しなくちゃいけないというか、うんうんうん、そういうのはこうまず どう撮るんだろうというのは気にして見てるの多いですね。ね、うん、そうですよ、大変なお仕事でございますよね楽しいですよ、でもでもね、うん、まあ、それがね、はい、ということでございましていろいろお聞きしましたが、はい、じゃあここで日野本さんの リクエスト曲はい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 、かけようかなと思うんですけれども、はい、何いきましょうかね。藤井隆さん、はい、なんだかんだ。あ、これはなんで、うん、僕らの図書室3、はい、まあ、その5月に行うリーディング劇なんですが、これ毎回実は、まあ、3ってついてるので3回目なんですね、はいはいはい、過去にそのエンディングというか、うん、歌を歌うっていうのがありまして、うん、でこれエンディングで今回は藤井隆さんのなんだかんだを、うん、この6人のキャストが歌うと。歌うんですか。多分すごくシュールな絵になりそうだなって僕は舞台上で役者がなんだかんだを歌ってる、これは面白いんじゃないかみたいな。確かにね。ではじゃあその曲いきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介をお願いいたします。もう緊張するな、うん、大丈夫ですか、これ言っていいんですか。いいですよ。あ、はい、はい、藤井隆さんでなんだかんだです。お送りしたのは藤井隆さんでなんだかんだでした。シューロギロギロギロ Town. バカボーン西川と山口沢がお送りしているヒッツザタウン、この時間は俳優の木野本峰博さんをお迎えしております。お邪魔しております、木野本でございます。はい、はい、
ということでございまして、木本峰博さん、はい、5月3日土曜日、5月4日日曜日、銀座ブロッサムホールで行われる舞台、はい、僕らの図書館、図書室ですね、図書室か、はい、図書室、僕らの図書室3、はい、みんなで読書会、はい、これに出演ということでございます、はい、これは何、通称僕図書って言うんですか、通称僕図書でございます、僕図書、国語の先生役の俳優たちが読み聞かせる形でお届けするお芝居、はい、はい、まあまだ稽古入ってないんですよね、4月から入りますですよね、はい、だからなんか詳しいことは、まあ、演出家もいますし、どういう演出になるかまだちょっとねこれから未定でございますから、あとどの役をやるかっていうのも、星の王子様だと誰がどの役をやるか、一応その6人で、うん、6人俳優が出てくる、はい、で6作品文学を読む、読む、これはもう、はい、これは決まる、これは決まる、これが決まってます、はいはい、でその決まってるけれども、うん、じゃあ白雪姫をやるときに誰が白雪姫やるのとか、はあはあ、過去にそのシンデレラをやったときは、うん、女装をした俳優が出てきてシンデレラを読んだとか、うん、ちょっとこうなんていうか欲深いシンデレラとか、なるほど、その通りの話ではなくてちょっとエッジが効いたものとか、うん、その通りに描くことじゃなくてまた改めて新解釈というか、うんうん、そういう形でお届けする演劇のような朗読劇というか、なるほど、はい、だからそのまんま本当にいわゆるそれこそ本屋さんに行くとあるようなものを読むんじゃなく、はい、いわゆるちょっとこうまあ改訂されたり変、基本ベースは一緒なんですけどまた新しい見え方ができるというか、やり方で、はい、つまり台本になってくるわけですよね、きっとね、そうなんですね、文学が台本になるっていうのはちょっともう どうなるんだろうっていうワクワク感、そうですね、はい、でそれをまあ演じながら読んでいくということですよね、はい、まあこれは基本的に多分それをそのままこうまあね読んでいくリーディング公演ですから読むっていうことが中心になるわけですよね、はい、だからいわゆるその役になって台本を話して動くというよりも、その衣装、椅子に座って衣装を着て、衣装を着て、その作品に見合った衣装を着て、はい、で読んでいくっていう形が一番近いですかね、はい、みたいですね。で僕カラマーゾフの兄弟なんですけど、演出家の方になんで僕カラマーゾフなんですかねって話をしたら、うん、顔が濃いから以上すごい、この濃ゆい顔でカラマーゾフ読んだら面白そうじゃない、はあ、でも今なんかちょっと演出家の方のモノマネをなさいましたよね。あー、してないですいや若干モノマネ入ってましたよね今ね、口調といいなんといいなんかやっぱこう俳優さんですからなんとなく特徴のある方はモノマネしたくなるじゃないですか。いやなんかデフォルメして伝えてるって言って怒られちゃいそうですもんね。まあまあまあ大丈夫ですよ、大丈夫ですか、それは大丈夫ですよ、デフォルメでも自分のフィルターファクターを通ったやつですから、はい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 、それはだってもう表現ですからね、大丈夫じゃないですか。で、はい、作品が舞姫、星の王子様、はい、アラジンと魔法のランプ、はい、ライト兄弟、はい、これバラッバラっすね、白雪姫、カラマーゾフの兄弟と、はい、で全部の作品脚本書かれる方が違うので、うん、はいはい、はい、あすごいな、こう交代でサポートにキャストが入り6人、うん、六様のそんなものが楽しめる。ほー、本当どうなるんだろう。その先週に顔合わせはあったんですか。顔合わせというか、いや結構もともと共演したことがある方々だったので、はい、で演出家の方も前に一緒にお芝居を作っていた方だったので、その気心の知れてるというか、で過去にこれは。ワンツーとあったので、はい、僕今回初参加なんです、はいはい、でその過去どんな感じで稽古進めてるんですかとか、うんうん、聞いてるんですが、一応リサーチしたんです。リサーチ怖いからでそって何やらされるか分かんないと思って、何なんだろう怖いなっていうのもあったんですけど、その確かにね、確かにそうか、はい、普通のお芝居と違うもんね。普通のお芝居だったら、まあ、だいたいこんな段取りで稽古が行くなっていうのは分かりますもんね、はい、なんとなくですね、はい、で台本が来たらまあまあ作品的にもあこういう作品だなって分かるから、はい、だいたいほら変なことは、変なことっていうか奇抜なことはさせられないっていうか、そうです。で1本30分ぐらいある、はい、あるんですね。で30分ぐらいあって、うんうん、で6本読んでたらそれでもう180分、はい、そうですね、3時間
1回の稽古で自分の番1回ぐらいしか回ってこないよ。でそれをまた持ち帰ってまた翌日提出するみたいな。はいはいはい。逆に授業を受けてるみたい。うわあ、なるほど。それは多分今回もそうでしょうね。多分そうなると思います。基本ラインはあんまり変えずに演出を変えていくでしょうからね、はい、でこれあと、はい、あの各公演の間に役者がつなぎというか、はい、その間をつなぐことがあるんですね、はいはい、でそれがあのなんていうか自分のパーソナルな部分を出してあのまあちょっと一人芝居というかそういうことをやるっていうのを聞いて、はい、元々は台本が決まってたみたいなね、そのワンツーの、はいはいはい、でもそれをこうみんな自分の考えた形でお芝居をしていくうちに、はい、どんどんとこうなんかもう誰が一番面白いかみたいなっていう本はあるけど、結局その自分のなんかこう一発芸じゃないですけどその持ってるものを出す場になる、はいはい、逆にそこが一番辛いかもしれないよとは。そこも多分楽しんでもらえるポイントの一つですね。朗読劇もそうなんですけど、うん、そこも楽しいと思います、はい、えそこはもうでも台本は決まってるんでしょ。決まってるとは伺ってるんですが、でも自由にやっていいよって言われるんですかね。多分で自由にやっていいよって言われそうで怖い。で パーソナルな部分できればあの字の部分を出してみたいなこと言ったら、チブですね、チブ、うんうん、でも普段喋らないからねえ、じゃあ僕日常の一日をやりますってもほとんどセリフがない状態になります、ね、だから下手の端っこの方で体育座りしてるみたいな、みたいな、うん、それがずっと続くみたいな、ずっと15分それ見ていただくみたいなでたまに笑うみたいなってでたまに横になるとかいいですね、それまたシュールでね、超前衛な演劇ってねいやなんかその幕合いのそのつなぎのやつもちょっと楽しみになってきましたね、はい、楽しみ。果たして今回それがあるかどうか、はい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 、ね、分からないじゃないですかまだ。そうですね、どういう形になるかもドキドキです。言い切れないですよね。そう、はい、前ワンツーはそうだったけど3でそうなるとはまたどう変わってくるか分からないですね、はい、さあということでございまして、こちらの方なんですけれども、はい、リーディング公演、はい、僕らの図書室、はい、3みんなで読書会、はい、これは、東京公演が5月の3日4日、5月3日4日、はい、で大阪公演5月6日がございますね、はい、チケットの発売日3月9日もう発売されている、はい、そしてありがたいことに完売していると伺いまして、今日これ知った人どうすればいいのごめんなさいはい、ごめんなさい。あでも誰かの真似ですよね。誰かはご想像にお任せするとして誰かの真似でしょ。で、はい、ですからね、当日券が、うん、のご用意も若干数はあ、若干あるということで、うん、あのこの制作会社ルヒマワリさん、ルヒマワリさんのホームページで、はいはい、アナウンスがあるとのことなので、なるほど、そちらもぜひ確認していただければというわけでございます、はい、ルヒマワリ、ルヒマワリ、ラリールのルね、ルヒマワリのホームページなどをちょっとじゃあチェックして、はい、当日券出るのか出ないのか、何時からどこでどういうふうに出すのか、はい、そこら辺をチェックしてぜひ見ていただきたいと思います、はい、とりあえずチケットは完売しております。ただ当日券は出るかもしれない。はい、うん、ね、今日知った人どうすればいいのか、本当ですよ、本当に本当ですよ。たまたま木本さんのことのファンで、たまたまなんか なんかここ 2,3 ヶ月海外出張とか行ってて、なんか最近戻ってきて、なんか最近戻ってきて、たまたまナックバイブ聞いて、あ出てんじゃんみたいなことで、ヤンの芝居みたいな、完売みたいな、行こうかなと思って完売みたいな、大阪も完売みたいな、行けないのみたいな、どうもすいませんみたいなそういう方はルひまわりのホームページをチェックして、はい、ぜひ、はい、当日券、はい、ご用意が、うん、はい、はい、ということであると思いますっていうことですよね、はい、はいはい、その他ですね、詳しくはオフィシャルホームページってあるんですか、ですね、オフィシャルホームページ、ルひまわりさんのホームページと、あとその
公演の、うん、内容だとか、うん、あの稽古場の様子などブログでもご紹介をしてるみたいなので、はい、ルーちゃんのブログというのがありまして、ルーちゃんのブログもうネット世代ですから検索すればすぐ出ると思いますので、はい、出ますね、はい、あの、はい、そちらを見ていただければ、うん、いろいろ情報が出ますので、はいはいはい、ご覧ください。こちらの方もね、あのぜひチェックしていただきたいと思います、はい、じゃあ最後にあの聞いてる皆さんに、はい、ちょっとメッセージをいただけますでしょうか。メッセージ いいところですよ、うん、いい感じのところですよ、要ですよお昼に騒いですいませんでしたいいんですいいんですあですが、あの僕らの図書室3、うん、あの楽しい公演を目指して頑張りますので、うん、ぜひぜひ、うん、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。これから稽古でございます稽古でございます、はい、頑張ります。頑張ってくださいよ。頑張ります。ということでございまして、はい、本日のスペシャルゲスト1組目、舞台、僕らの図書室3みんなで読書会に出演する俳優の木本峰博さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。木本峰博でした。ありがとうございました。さて今日は卒業にまつわるチンプレー高プレー大全集ということでやっておりますよ。はい、卒業にまつわるお話でしたら何でも構いません。学校の卒業だけじゃなくてね、はい、これから私は卒業しました、何々を長くやってきましたが今年で卒業しますとかね、まあこれやめますとかね、はい、そういうやつでも構いませんからね、うん、それからコミュコミュクラブは私はスーパーアニマルを見たのかいね。スーパーアニマル、そうですよ、うん、ねえ、あの左腕にハヤブサを乗っけている人を見た、はい、僕ですけどね、ハヤブサと目が合ってましたけどね、こうやってね、ハヤブサ後ろの方まで見れるのね、こうやってねあれがすごかったんですけどね、完全に獲物だと僕思われてたんですかね私はスーパーアニマルを見たのかいでございます。メールは NAC5 モバイルサイトおよびホームページのナオンエアかタイムテーブルに表示される応募フォームから送ってきてください。ファックスは 048-650-0300 048-650-0300 でございます。今すぐにこちらまで。さあ山口のコロコロクイズ。さあとっくに答えの受付は締め切っているよ。はい、ね、だけど未だに僕はわからないよ答えを分かっておりません、はい、サイコロコロコロと振って出た目の数だけ言葉のイリュージョニスト沢山口さんが出したヒントをもとに皆さんに答えをイメージしてもらいました、はい、出たサイコロの目は5つ。そして沢山口さんが出したヒントがこちら。ヒントその1、彼女登場。ヒントその2、犬が食いつくよね。ヒントその3、紙ですいません。ヒントその4、大損してまんがな。ヒントその5、どれにするか迷うよね。はい、ということでございまして、皆さんから、はい、ちょっと珍回答を読んでいきたいと思います、はい、不正解のやつですかね。ラジオネーム坊主頭さん、答えは、はい、浮気でしょうか。浮気、彼女登場。奥さんといるところに浮気相手の彼女が登場して調べ犬が食いつくよね。夫婦喧嘩は犬も食わないと言います。沢さんのことですから犬が食べると勘違いしているので紙ですみません。そのまま市役所に直行して離婚届に判子をします、はい、大損して漫画な慰謝料養育費をたっぷり請求され大損。どれにするか迷うよね。懲りずに次の浮気相手を誰にするか迷っているということで答えは浮気。どうですか。違うよね。うまいですね。違うよね。これはラジオネーム うっかりーず、ヒントその1、はい、彼女登場。彼女、彼女、彼女、ジョジョのかジョーか、はい、ジョのか犬が食いつくよねは紙ですみません。素材が紙、大損して漫画な、はい、大貧民。どれにするか迷うよね。ババ抜きとかでどれを引くか迷うよね。ということで答えはトランプでしょうか。あ
違う。違います。犬が食いつけよねえが。は？ラジオネーム星ポエムーンからいただきました。はい。答えは新聞紙ではないでしょうか。うん、1彼女登場、はい、新聞に彼女とのスクープが報道された、はい、2犬が食いつくよね新聞紙は犬のおもちゃになる、ぐしゃぐしゃにして食いつきがいい、ヒントその3紙、紙ですみません、今時紙を使ってすみません、どういうこと？ヒントその4大損して漫画な、新聞紙の株価を見て大損して漫画な、ヒントその後どれにするか迷うよね、新聞社選びって迷うよねっていうことで、答えは新聞紙。どうですか？違いました。あら、ラジオネームあやはは、はい、答えカタログじゃないか。ヒントその1彼女登場、はい、彼女はカタログショッピングがお気に入り、はい、ヒントその2犬が食いつくよねカタログに犬が食いつく、ヒントその3紙ですみません、紙でできている、ヒントその4大損してまうがな思っていたのと違うものが来て大損することがヒントその後どれにするか迷うよね、どれを買うか迷う分、はい、ま、選ぶのに迷う、うん、結婚式などにもらう引き出物のカタログじゃないかと思いました、はい、間違ってると思いますが、はい、これ鹿島さん、はい、初投稿ですって、はい、答えはひな人形です。ひな人形、一つ目、はい、彼女登場、はい、おひな様だから、はい、2つ目犬が食いつくよね、犬が人形を食べちゃうから3つ目紙ですみません、紙でできてるから、4つ目大損して漫画な、はい、犬に噛まれたら無駄になっちゃうから、はい、5つ目どれにするか迷うよね、はい、買うときに、うん、もうよくわかりませんなのにありがとうございましたさあということで、はい、正解者はいたんですか？ いたんですか？いたの？俺未だに分かんないよ。俺未だに分かんないもんね。じゃあ、正解を発表していただきましょうか。すごい。いいですか？はい、ヒントその1彼女登場、ヒントその2犬が食いつくよね、ヒントその3紙ですみません、ヒントその4大損して漫画な、ヒントその5どれにするか迷うよねで導き出される答えは何でしょうか？掃除機。は？掃除機彼女登場っていうのは、っていうのはあの掃除機の、うん、よく顔が掃除機にこうプリントなんていうんですかね、ペインティングされた機種があるんですよ、はい、それが青とか黄色とかあるんですけど、はい、それは男の子だったんです。それの今彼女版のヘティちゃんだったかな、ヘンリーちゃんの彼女がヘティちゃんだったかが登場したんですよ何をおっしゃってるんですか掃除機の話ですよそこに何あ漫画かなんかが書かれてる掃除機で印刷されてるんですか、がホースで、ああそう掃除機の本体に、あれでしょう、ちょっとなんか可愛らしいジャーみたいなやつじゃない、顔がついてる掃除機って。そうです、顔がついてて帽子が目がついてて帽子見たくなっ て、ね、で鼻からホースが出てて、鼻からホースが出てて、はい、それの彼女が登場したんです。わかるかい犬が食いつくよね、わ掃除機 あのもう機械を出すだけでもうすごい嗅ぎつけて、うん、もうやたら引きついてくるんです。え逆じゃない、逃げる犬もいない、うちのもう一匹は逃げるんですよ、うん、ですけどもう食いついてくるのもいますうちオンリーみたいな。紙ですみませんうちまだあのサイクロンとかじゃなくて紙パックで、はあやらせていただいているので、はい、ちょっと今どうしようかなって。え、大損して漫画なって。ダイソンっていう。あ、大損でダイソン。あ。どれにするか迷うよね。ではやっぱりダイソンとか、うん、いろんな機種が今出てるんで。ありますよね。はい。うん、今日ヒント出てないんですけど、はい、ヒント6個目、はい、せっかく1個ですから紹介しましょう、はい、ヒントその6、キリンさんよりドータン。これドータンって何ですかゾウさんってことです。あ、はい、あゾウさん、はい、ゾウさんってことで、はい、掃除機はなんかゾウさんっぽいじゃないですか。あ鼻の部分がね、はい、うんうんうん、っていうことでうわー なんですか、うわわわ、何人ぐらいいたんですか、はい、何人かいた、4、5人。そんなにいたんですか、すごい。4、5人いた。昨日答えを聞いていた菊池が思い出せないぐらいのヒットですよ、
いやそうですか、分かった方ね、はい、あのその 4,5 人の中から抽選で1名の方に、沢さんのメッセージ付きナックファイブステッカーを差し上げます、ね、ズバリ当てた人の中から抽選です、はい、発表はエンディングでします。ガスフルフルガスワンダフル、ガスガスワンワンガスワンダフル、ガスガスフルフルガスワンダフル、病院から工場までガスガスガスワン、ただいまよりガスワンが3時をお知らせします。バカボンに使った山口沢がお送りしているヒッツザタウン。さあということでこの時間はですね、先ほどもね、あの小笠原ランことセイ君が言ってましたけれども、あのサンデーバーズでおなじみのあのケイザブロ君、はい、これあのヒッツでね何回も何回もねレポート、はい、ちょっと気持ちよさそう、はい、そうなんですよ、気持ちいいんです、すごくいいんですよ、行きたいんですよ僕実はもう本当に行きたいんですけど、はい、行けないじゃないですか、うん、だからね圭三郎君に、ちょっとね会場の様子を聞くんですけど、はい、もう繋ぎたくないわ、わかります本当に楽しそう、絶対楽しそうで気持ちいいに決まってんだから、はい、まあでもまあねリスナーの皆さんと一緒に行く日帰りバスツアー、はい、新潟酒の陣2014、はい、これのイベント会場が新潟市ときメッセウェーブマーケットで行われているらしい、はい、ここでこれから繋ぎます。そうです、圭三郎君絶対なんか、はい、楽しそうに出てくるぜ、はい、じゃあ呼んでみましょうね圭三郎君、山口さん、これこれめっちゃ楽しい山口さん、はい、なんで繋ぐのが嫌なんて言ってるんですか。だってだって気持ちいいに違いないからだよ。すいません今ねもうめっちゃ気持ちいい状況に整えております。新潟酒の陣2014、はい、今回もね90の酒蔵の地酒500種類以上を、はい、新潟の多彩な料理とともに楽しむことができたと。これもうまそう。でしかもね、うん、日帰りバスツアーで今年もやってきております。うわいいなで参加人数は40人弱ぐらいで、はい、もうバスの中も行きから思い切り盛り上がりましてね、はい、で何がすごいって、はあ、ほら去年は2日間で来場者数が10万人超えとか言ってたじゃないですか、はい、言ってましたね。今年はねバカボンさん、はいはい、すごい、何多分ね10万人なんか楽勝超えてますよ。えもうね入り口たどり着くまで1時間半ぐらい並ぶ、でね、こんなに人がいるのを見たことがない、はあはあ、例年の何倍かな、もう大げさに言わなくても3倍4倍ぐらいはいますね。それから特ネタなんですけど、はい、今年はさらに若い女性のお客様が非常に多いです。ちょ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 、いやこれびっくりした。あの日本酒がやはりね今若い女性の間で人気があるっていう噂はいろいろ聞いたんですけど、はい、これを見るとねもう目の当たり、あやっぱやっぱみんな日本酒好きなんだっていうね。そうね、ブームですもんね、それを含めてきました。いいなー。で、ね、もうたっぷり楽しんでるわけね。あ、美味しいお酒、はい、あのいくつかご紹介しましょうか。はい、まずはねあの高千代っていうお酒がありまして、はあ、これ限定の無調整の生原酒いただきました。うわうまそう。もう非常にねこう華やかなお酒でね、はい、おつまみいらないそんな感じ。はい、それからあの新潟砂町にある苗場さんというお酒、はい、これ純米生原酒なんですけど後味すっきりよしと、ぜひアスパラガスと一緒に飲みちゃう。うわーいい、焼いたアスパラガスと、うわ焼いたでもう一個ぐらいいく、もう一個ぐらいいってます。もう一個で天神林、はい、これね純米大吟醸の原酒飲みました。天神林天神林、はあ、でね、純米大吟醸の原酒で非常にね濃いんですね、はあ、だからね、はあ、ちょっと濃いめのおつまみで牡蠣のバターソテーとか、はあ、うーわーそのあたりでいくと最高かなと。もうとにかくね、はあ、美味しいお酒がずらっと並んでます。いいなあ。でお酒とくればバカボンさん、はい、美味しいものもたくさんありますね。そうでしょ、私ね、うん、探ってまいりました。なんでしょう、あのね、
イノ肉料理、まあ、要はイノシシですね。イノシシ、はい、イノシシのショルダーベーコン、ショルダーベーコン、うん、それからね村上牛のコロッケ、うわコロッケ、はい、でね、はい、数ある食べ物の中でも私が今回食べて一押しだったのがですね、はい、第4回全国ご当地丼選手権グランプリの柏崎名物のタイ茶漬け、タイ茶漬けだ、タイ茶漬け、これがいい。どんなものが入ってるかちょっと聞きたい。はいはい、これねいくらとびこ岩のり、はい、でひそみ漬け、あられごま、タイの焼きほぐしに三つ葉と、それからわかめと、でかつおだしがビシッとかけてありまして、もううまいに決まってるじゃん。もううまいに決まってる。もう最高、このツアーもう何年来ても最高です。うわいいなー、もう、まま、全然いっぱい人も入ってるしということで、ねえ、もうそれぞれレポートしたら僕はあのまた飲み忘れてるお酒がまだあるんで、はい、そこに戻らないとこの20月なんか飲み尽くされちゃう可能性があるんで、明日サンデーバーズあの、あの首長の公開の生放送なんだからね、多分大丈夫です、多分帰れます、多分とか言わないだよ、帰ってくるんだよ、明日はねスポーティーな私として登場いたしますんで、そうですよ、はい、今日はヘベレゲですけど、明日はスポーティーな感じでなんかカッチカチくるいいな、まあじゃあ楽しんでくださいよ、ありがとうございますねえ、リスナーの皆さんも喜んでる、あもうねリスナーの皆さんさっき会ったんですけど、はい、よくほら酔っ払うと顔が桜色って言うじゃないですか、はいはいはい、あのねソメイヨシノの色じゃなくて、うん、もう完全河津桜のピンクすんごい濃いピンク、いやいいですよ、美味しいお酒と美味しい食べ物があってつまみがあったらもうそうなるに決まってますよ、決まってますね、満面の笑みで歩いてます、はい、わかりました、はい、はい、え、じゃあのたっぷり堪能してくださいよ、うん、はい、これからお寿司も食べようと思ってます、お寿司失礼します、どうもありがとうございました。いやー新潟酒の陣2014、今日はあの土曜日ですよね、今日ね、はい、夕方6時までやってるんですって、うん、で、明日は、朝10時から夕方5時まで、これ本当にさっきもね言ってましたよ、新潟まで新幹線で70分とか言って、はい、もうあっという間でしょ、70分だったら今日そうだ6時までやってるから今思い立って行ってもいいかも、はい、ギリギリ間に合うかも、でもゆっくり行きたかったら明日がいいんじゃないですか、はい、もう一度言いましょうね、今日は夕方6時まで、明日は、朝10時から夕方5時まで、新潟市のときめっせウェーブマーケットで開催しておりますということでございまして、今はヘベレケですけど明日はしっかり仕事をしてもらいます、レポーターはケイザブロー君でございました。ドナルドだが、私の名はドナルド、世界一の人気者であり君らのクラブのリーダーであり世界屈指の大金持ちである。昨日ホワイトで返した？私は返したよ。自分の体にリボンを巻いて僕自身がお返しだよって言いながら、もちろん全裸だよ、全裸だよ。あるで全裸だよ。女の子が気持ち悪いって言って受け取ってくれなかったよ。こういう子センスないよね、ダメだよね、将来厳しいよね、コピペだよね。さあ今日もドナルドを愛してやまないスタップリスナーとして、ツーだよ、全裸だよ。つながっている。もしもし。もしもし。あ、どうも。どうも。こんにちは。こんにちは。
お名前は何ですか？あ、エリピョンです。エリピョン？はい。エリピョン。エリピョン。エリピョン。はい。思いっきり名前を呼んでみたかったの。はい。今そんな気分なの。エリピョン。はい。エリピョンは、はい。いくつ？17です。お。17ってことは、学生さん？あ、はい。何年生？高2です。高校2年生？はい。4月から高校3年生ってこと？あ、そうです。お、受験に入っていくんだね。はい、そうなんだね。あれあれ、はい、エリピョンって女子？女子です。わあ、え、エリピョン。大丈夫？大丈夫。いやいやいや、はい、私大丈夫じゃないです。大丈夫じゃないね。はい、そうだね、うん。エリピョン、はい、今何やってんの？何やってる？勉強してました。あ、勉強してんの？はい。あ、そうなんだ。あれなの、この番組はよく聞いてくれてるの？いや、先週初めて聞きました。先週初めて聞いたんだ。はい。へえ。で、先週初めて聞いて今週出ちゃってんだ。やばくね？やばくね、これ。どうして、聞くきっかけは何だったの？友達がナックハイムよく聞いてて、それで、聞いてみようかな。はい。嘘。なんか面白そうだなと思った。それと、はい、それとも暇だから聞いてみようかなと思った。どっち？いや、なんか最初にその友達が鬼玉を勧めてきて、で、なんか同じバカボンさんが出てるからこっちも聞いてみてってことで、先週初めて聞きました。すごいね。じゃあ何、鬼玉も聞いてたけど、じゃあ今度ヒッツも聞いてみようということで聞いてみたわけだね。はい。ラジオは今まで聞いたことがあったの？ラジオは、でも他局なら聞いたことあったんですけど、ナックは聞いてなかったです。あ、そうなんだ。はい。それね、なんで、あれなの、なんか好きな人が喋ってたわけ、なんかだから、他局の。あ、そうですね。あ、そうなんだ。その人目的で聞いてたんだ。そうですね。誰だったの、ちなみに？佐藤美奈さん。はは、AKB。ご存知ですか？知ってますよ。ということは、アイドル好き？あ、そうですね。アイドル好きなの？はい。鬼玉は何曜日聞いてるの？ゆったん。ああ、月曜日じゃなくて、ゆったんって答えるところが、アイドル好きだね。そういうことだね。そういうことです。そういうことだね。そういうことです。なるほど。月曜日の鬼玉は、ゆったんが出てるから、聞くのはわかるんだけど、そして、はい、こっちの方、ヒッツの方聞いてみたら、どんな感じだった？あ、やっぱ、若坊さん面白いなって思って。ああ、あの人ね。はい、あの人ね、面白いよね、なんかね、面白いです。面白い顔をしてるよね。なんつうね、あの人ね、うん、はい、ドナルドは違うけどね。ドナルドは超超イケメンだよ。そうなんですか？そうだよ。ドナルドとあの人一緒にしないでよ。ドナルドも本当に、はい、秋元康にそっくりなんだよ。嘘つけ。今言わされたんだよ。今ね、なんていうのかな、なんていうの、はい、なんか上の人いるじゃん、ラジオのなんかさ、上の人でごちゃごちゃいろいろ決める人。はい。菊池って言うんだけど。ああ、その人がね、いえいえって言うんだよ。ドナルドに言えよって。そういう風にね、はい、ある意味ドナルドね、飼われてるの。菊池さんに。菊池さんに。そう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 、言いたいことがあったら菊池さんに言ってね。はい。そうだよね。それでドナルドに電話してきたのはな、どんな用事があるの？そう、ナックハイムをさっき友達から勧められて聞いたって言ったじゃないですか。おう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 。他の
なんか番組とかいいのがあったら教えてほしいなと思って。おお、え、どんなあの番組聞きたい？まあ、え、どんな番組？アイドルっぽいとか。アイドルっぽい。すごいあのかっこいい感じの番組が聞きたいとか、あのもっと面白いあの人たちが喋ってる番組聞きたいとか、何かある？リクエスト。なんかナックバイブはね、何でも揃ってるから。あ、全部揃ってるよ。なんかアイドル中心。アイドル中心に。はい、そうだな、アイドル中心で言うとね、はい、そうだな、まあ完全に、ドナルドの私のアイドルといえば、ケーズトランスミッションかな。はい、坂崎幸之助さんが喋っているジ・アルフィーの、これ完全に私のアイドルが喋ってるんで、はい、これ聞いてみるといいよ。これね、金曜日のね、はい、金曜日の毎週金曜日の夜9時から。あ、うん、これいいね。はい、そのまま松山三四郎ナッツファイブ、そして清太郎&慶三郎の男ラジオ、はい、この3番組を続けて聞くといいんじゃないかな。あ、でそのままミッドナイトロックシティで朝まで、朝まで、うん、朝でファンファン作家大野清太郎さん、はい、ね、もう、はい、土曜日になってるよ。はい、 OK、 大丈夫です、聞いてみます。本当聞いてみて。はい、そのまま流れで寝ないで、はい、日曜日の小柳ゆきさんまで行って24時39分日曜日のそこまで一気に行くっていうのはどうかな。ちょっとつらい。ちょっとつらい。あ、じゃあアイドルね、はい、アイドル、アイドルで言ったらね、ね、火曜日と木曜日のね、はい、ナックのゴジラジっていうのはね、あ、火曜日木曜日片桐八千代さんだから、はい、これは聞いといた方がいいね。あ、はい、はい、片桐八千代さん、片桐さん、うん、アイドル、あ、アイドルだよ。はい、どんな、ああ片桐八千代さん、どんなアイドルか、はい、もうあれですよ、ヒット曲連発の。あ、そうなんですか。1968年から72年ぐらいにね、ヒット曲連発。え、ちょっと分かんない。古すぎ。あ、ヒット曲とか出してないって。今ね、情報入った、歌ってないって、はい、ごめんごめん。はい、勘違いしてた。違うよ違うよ、これだよこれ。もう何、ちゃんとさ、あのエリピオに進めるべき番組あったよ。え、あのね、はい、金曜日の6時からのブラザートムさんの番組。ああ、ワンモアパイント、はい、これいいよ。これね、たまにアイドルも出るし、ゲストで。これは聞いた方がいいんじゃない。はい、あれ、だんだんエリピョン興味なくしてきた。いや、そんなことないです。じゃああれ聞こうか。はい、あの、男子のアイドルはダメ。男子のアイドルは嵐さんが好きです。おー、ねえ、そういうことで。はい、あーあー、本当にそんな感じだよね。うーん、さあどうする。ちょっとおすすめいろいろ言ってみたから、ちょっとチェックしてみたら。はい、他には何か聞きたいことある。他にはなんか、うん、志望校にはどうやって勉強したら受かりますかね。全然違う話だね。志望校にはどうやって、はい、受かればいいか。はい、志望校、ちゃんと自分でもう目標がこう決まってるんだね。あ、決まってます。決まってるんだね。はい、なんていうかな、まずモチベーション。
はい、気持ちのまずはモチベーションね、はい、いわゆるこう受かるんだっていう気持ちをまず持っとかないとダメ、はい、私なんかなんて思ってちゃダメ、行くぞとか、絶対に行ってやるんだというモチベーションね、はい、絶対に負けられない戦いがそこにあるわけ。わかる、はい、わかります、わかります。あとボールコントロールね、はい、そうファーストタッチね、ファーストタッチ、ファーストタッチ、そう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 、あのボールコントロールと、あとファーストタッチね、それ第一、はい、で、あとまあとにかくゴールが見えたら遠くからでも打つ。振り向きざまに打つ、うん、もう回してるだけじゃダメね。はい、あの右だ左だって揺さぶりかけるのは分かっけど、でも回してるだけじゃ点は入らないからでしょ。とにかく打たないといけない、はい、でチャンスだなと思ったら打つ。だから後で考えればいい、とにかくゴールが見えたらね、あの、はい、隙間を見つけて、いわゆるねこう何プレスかけられてたとしても必ずどっかの勝機はあるわけだから、はい、ね、あのいわゆるねひらめき、はあ、こぼれ球も大事だからね、はい、あのいわゆるあのゴール阻まれたとしてもこぼれ球を狙っていく、はい、あと速攻に強くなるね、はい、速攻されるから、それはやっぱり守り攻守の要ですよ。もう切り替えを早くして、で、はい、あの本当速攻にカウンターを打ってくるから、それに対してのあの駆け上がりね、あと守り、ここら辺はすごく大事にすることね、はい、うん、あとはね、はい、ちょっと余裕があったらね、はい、あの大物の補強をするっていうことね、お金はそういうとこに使おう、はい、そうですね、フォルラーね、そういうことだよね、そこにお金を使ってね、いい補強をしよう、はい、わかった、はい、そうすれば必ず一個一個結果が出るからね、はい、一個一個結果が出るので、最終的にはあの自分の希望するものが手に入ってるはずだから、あとはチームワークね、はい、チームワーク、チームワークも大事、やっぱりこれは何この何ベンチ裏引っ込んだ後もね、あとまあ、はい、コーチングとかね、それも大事だよね、コーチングあの頭の中でちゃんとシミュレーションしてね、シミュレートも大事だからね、はい、エリピョンもういいかな、はい、あ、はい、そうだよね、エリピョン途中から聞いてなかったよねだよね、すげえウケてるけど、そうだね、途中から聞いてなかったんだね、わかった、じゃあ最後にエリピョンが、はい、志望校に受かる歌歌います、はい、ありがとうございます。エリピョンは志望校にきっと受かるよ、エリピョンは志望校にきっと受かるよ、勉強すればデン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 、勉強すればデン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 、日々これ勉強だけどご飯は食べないよ、日々これ勉強だけどたまには息抜きレディオ、バンディッディディスティンティンディリンティ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 ン、頭を休めるためにクイズなんか考えてもいい、頭がしっかり休んだんだね、聞いてる？聞いてますよ、あのなんかうまい上手、お上手なんで静かにしてようと思ってそれで私はこの辺で失礼するとしよう、ごきげんよう、Have a nice weekend!さてさて今週はどんなネタをオクラだし、バカボン鬼塚のウィーウィーバーカボーデー
バカボン歩けばネタに当たる面白ネタを探し続ける永遠の狩人バカボン日課が超個人主義で送るミニマム流行情報ウィークリーバカボン通信さあ、はい、ということでございます。最近、うん、あの僕はですねどっちかっていうと、はいはい、お家でもう、ま、前から言ってますけれども、はい、結構ポスターって好きなんですよ。ポスター、うん、まあ、この頃あんまり手に入れてませんけれども、うん、まあ言ってみればちょっとシャレオツなポスターでもいろいろあるでしょ、はい、ポスターつってもいろいろありまして、はい、例えば映画のポスター、うん、ね、あの名作と言われている映画のポスターのいわゆる初演上映、ね、初回封切り世界で初めて、ね、の、 あのオリジナルポスターとか、はい、ちょっとひねりを加えていけば、いやこれは今の段階でこれ欲しいなと思ってるやつなんですけど、例えばスターウォーズのフランスで公開した時のフランス語のポスターとかね、イタリアのポスターとか、ああいうの意外とあの、まあ、まあスターウォーズは結構な値が張りますけども、好きな映画ってあったりなんかして、そのいわゆる外国のポスターとかちょっと自分の自国の見てたポスターとは違う絵柄になってたりするんで、これちょっといいじゃないですかね。特にあの映画のサントラが好きで、映画は見てないけどサントラが好きとかね、明日に向かって撃てとかね、スティングとかそういうののなんか外国で初演された時の、まあ、レプリカでもいいんですよ。そういうポスターとか見つけに行くのとか意外とね、はい、何映画のポスター売ってるとこあったりなんかしますよね。パンフレット売ってるとこもあるでしょ、昔の古い映画のパンフレットポスター、そういうのに見つけるのもいいななんて思ったり、あと、まあ、ポスター系で行くと、まあまあうち僕が持ってるのはまあまあまあ後半もう一回すり直したやつですけれどもね、そういうような、なんか昔の音楽イベントのね、音楽イベントのポスターとか、はい、そういうやつとか、あとなんかイタリアのレストランのポスターとか、意外とね枚数をいっぱい吸ってやると安かったりするんですよね。1枚に2,000〜3,000円とか、そんなんでももうおしゃれなものであればすごくこういいなって思ったりなんかするじゃないですか、はい、なんかちょっと高級ないい感じの本屋さんとか行くと洋書とか置いてあったりするでしょ、はい、それなのなんかね、デザイン系とかこう見ちゃったりなんかすると、ここら辺とかなんかうまく絵とかにできないかな、いわゆる額縁に入れればなんとかなっちゃうみたいなね。そこでね実際に展開されてたんですけど、はい、昔の1950年代、60年代、70年代ぐらい の、 海外の旅行行くでしょ、空港とかにほら日本でもあるけど、その街をこう表している観光地図みたいな、その昔の観光地図とか売ってたりするんですよ、はい、それをそう地図だったり、はい、いわゆる海外でほら、うん、例えばね、僕スペインとかも行ったことありますけど、スペインとかのカフェ入った時にお砂糖がついてたりするんですけど、このお砂糖のパッケージがすごい可愛かったりするんですよね。はい、それは分かります。あとマッチとか、はい、そこら辺をあれフリーですからもらってくるわけですよ、はい、マッチくださいっつってで、はい、何いちいちお砂糖 の、はい、何パッケージが何社かあって、それが超可愛かったりなんかする、はい、そこら辺とか、うんうん、あとなんかほらケーブルカーとか乗ると、うん、そのチケットが向こうのおしゃれだったりするんだよね。うん、日本だと普通にチケットの乗る時間とかそういうのしかこう情報しか書いてないけど、写真があったり、そのケーブルカーだったらケーブルカーのシルエットがこうポンってあったり、そういうのを集めてくるんですよね。それを一つの額にガーって広げていく、地図とかそういうの、そうするともう一つのインテリアになったりするんだなっていうことに気づいて、であとねあるのがですね、レコードの昔70年代、60年代、70年代、まあ60年代そうでもなく70年代のレコード、80年代に入ってもですけど、たまに
初版にはポスターが入ってるんですよ。そのアーティストのポスターが、あのジャケットの場合もあるし、アーティストさんの、あの個人のこうポーズ撮ってるポスターとかがあるんです。実際問題最近ね、今日持ってきたね、あのウォーのねアルバム、アルバム名忘れましたが、そのちょっとねジャケットがかっこいいんですよ。ウォーのメンバーがこう、あの酒屋の前でボーッと立ってる白黒のジャケットなんですけど、これのポスターがついてる中古レコードを見つけたんですけど、先に誰かに買われてしまったんですけどもね。そういうのもほら、まあ、折りたたみのシワがあるけど、それを気にしなければレコード、まあウォーのレコードだったら、まあコンディションが良くて3000円ぐらいですよね。3000円、4000円、ね、量販店というか、その中古屋さんでいっぱい安く売ってるところで1000円台であるかもしれない。そういうの見つけてきてね、パッて中見てみてポスター入ってたら、はい、ラッキーですよ、ポスター付きとか言って、そしたらそれ1000円くらいで買ってさ、逆にそのポスター広げて、それに合う額縁にあって、あの合わせてお部屋にパッて飾るだけでも超かっこいいインテリアになりますからね。特にあのここら辺のいわゆるこうちょっとラテンとソウルが混ざってるような、はい、ウォーあたりのポスターなんか飾りたいよね。ということで、はい、今日はあのね、ヒッツ&モアベスト版の中から、じゃあこの曲、これもうちょっと早く春、いやっていうかもう夏来ないかなっていう感じで、ウォーでオールデイミュージック。ごく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 青いしウォーターワンの天然水、富士山からダイレクトにお届け、ウォーターワンの天然水、はい、ただいまよりウォーターワンが4時をお知らせします。 The Town。本日カット山口沢がお送りしているヒッツザタウン。さあここで本日2組目のスペシャルゲストをお迎えしました、フェンスオブディフェンス。イエーイ、こんにちは、お願いします。メンバー3人でございますが、それぞれ自己紹介をお願いいたします。はい、じゃあ僕からですか。はい、じゃあボーカルベースをやってます西村正俊です。はい、どうぞよろしくお願いします。ギターをやっております北島健二です。よろしくお願いします。はい、皆さん、はい、ドラムしかできない山田渡です。ドラムしか、ドラムしかドラムしかとても大事なことですよね。でもね、そうですよ、ね、ドラムしか、ドラムしか、ね、ということでございまして、フェンスオブディフェンス聞いて、名前聞いてうわっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれません。結成はなんと80年代です。1985年で、1999年に活動を休止後、2003年4年間の沈黙を破って再始動ということで、バンドとしての活動はもちろん音楽プロデューサーとして活動中。もうちょっと大御所も大御所でございますよ。いえいえ、中御所ぐらいでございます。でも中くらいまでは行く。まあ、それぐらいは行かせてください。ちょっと年季で。そしてですね、今年1月1991年に発売されました、あのデジタグラムの進化版として、はい、デジタグラム2リングワールド、これを発売いたしております。イエーイ、ありがとうございます。このもう方たち、まあ先ほど大御所って言いましたけど、まあ精力的ですよね。元気いいんじゃないですか、ひょっとして。そうですね、かなりの元気良さあるんじゃないですか。そこまで気合い入れてもらうと大して恥ずかしくて何も言えないじゃないですか。だってほら、先ほどまでってある種1回でライブを行って、あ、そうです、そうです、で、はい、こちらにお越しになってますからね、はいはい、なんか先ほど見てた方もいっぱいここで見てらっしゃる。そうなんでございます、そうなんでございますよ、はい、ライブを終えてでまたねこちらに来ていただいて、どうもありがとうございます。本当にとんでもないですよ。
ね、実は僕はあの入る時にエレベーターで一緒だったんですけどもね、はい、あれそうだね、あのライブに向かうお三人あそうだ、誰も気づかなかったホントにあの僕もあのそーっとあの気を消してバッと中入りました3人ちょうどステージに向かうところで、そうでした、なんか夜道が危ないみたいな話をしてましたけどねもう夜道は危ないからなんか車の運転も慎重にね、あしてた、目が悪くなったそうそう、俺らもほらそういう年だからさみたいなやばあ3人あの話してるのを僕は背中越しに聞きつつ、怖いね、ナックファイブその通りです、ね、どこで何聞かれてるか分かんないよ、いやいやいや大事なことだなと思って、大事なことだ、大事なことですよ、これ、はい、慎重に、慎重に、ね、安全運転でっていうことを、そうそう話しました、メンバーの間でも話をできてるということでございますからこれは素晴らしいですよね、はい、あのあれまあ活動休止しておりまして、その間も一応あのメンバーの交流はあったわけですか。まあ、あのバンド活動してる時から交流はあんまりなかったもんね、割と薄いんでだからいつもと一緒いつもと一緒、そうですね、スタンスも作ってなかっただけで、なるほどなるほど、ね、ね、あのよく言いますよね、ほんとバンドでこの頃の若いバンドはあの仲のいい子たちもいますよね、なんかあのしょっちゅうじゃあリハあげたらあのご飯食べ行こうかとかっていう人いますけど、大体昔の昔のっていうか、昔のって、まあ、前の言っちゃった昔のっていうか、あのだからあのまあある程度中五所、中五所のね、中五所我々のことですね、そうですね、中五所のバンドになってきますと、はい、あの意外と交流なかったり、そういうの、まあ我々は仲良くないかもしれないけど仲悪くないんですよ、そうなんですよね、全然悪くないんですよ、そうなんですよ、だからただあれですか何かそこら辺にこう3人の絆みたいなものがあったりなんかするんですかね。うーん、絆はあるよね、やっぱりね、ありますよ、うん、うん、これは信頼関係はありますね、うん、もうやっぱりもう27年やってますから、まあねちょっとやってない時期もあったんですけど、はい、なんかまあ気心知れてるというか、うんうん、でもうお互いねあれなんですよ、別にこれ以上は求めないみたいな、うん、無理しない無理しない夫婦に近い感じ3人っていうね、そうですね、バンドを組んだ段階で結婚したんですもんね、そうですね、そうですよね、はい、はっきり言ったね、そういうことです、いやそういうことですよ、3人でね、まあ、これはもう何揺るぎないものなんじゃないかなと。じゃあもうあのいわゆる活動再開も自然な形で、そうですね、言い出しっぺ、まあ言い出しっぺですね、僕はね、山田さんが、はい、ドラムしかです、ドラムしかで、ドラムしかない山田さんが、うん、やってみるのはどうかね、まあ、まずねライブをやろうっていうことから、うん、おお、まずライブをやろうということから始まって、はい、で自然の流れでじゃあなあの曲もそうそうそう、新曲を作ろうみたいな、CD 作ろうみたいな、ね、まあリハやってみるとやっぱりすごくいい感じだったり、いろんなことを思い出して、うん、噛み合い方もいいし、はい、またやるしかないっていうことでね、あの、はい、ここ あの資料に沈黙破り14年半ぶりにメジャーシーンに復活っていう形なんですけれども、まあ、もちろんそれぞれで音楽活動してますから、はい、レコーディング状況は、うん、あのもう最新の状況にもう合わせて来てるわけじゃないですか、はい、そういう形で来てて、あのスタジオとかは例えばあのフェンスオブディフェンスは曲を撮るときに決まったスタジオがあったとか、そういうことはないんですか、うん、それはないですね、うん、その時その時で、その時に空いている、はい、あそうですね、スタジオポットを押さえて、縁のあるスタジオ、縁のあるスタジオ、いくつか行きつけはあるんですか、うん、よっっていうスタジオが飲み屋じゃないよ、よいしょよいしょ、親父今日6時間あげてみたいな、適当に見繕ってみたいなそうそう、いやないことはないです、ないことはないことはない音的なね問題でも、はい、あここ鳴りがいいなとか、例えばスピーカーの、はい、あの感情がいいなみたいな、うん、音もあるし、やっぱりその人間というか、そのこの人たちとのリレーションが、ね、エンジニアって大事だから、ね、エンジニアがやってるスタジオとかね、そういうのを結構優先して最初から説明するよりも分かってるとね、省けるからね、そうですね、この時間がこんな感じですよねっていうのをちゃんとやってもらえると、これ どうしましょうかって言われて、うーんって一からこうやるのもなかなか大変ですもんね、さあもうだからそういう形でもう自然の流れですね、
です、はい、なんかこうここには14年半ぶりにって書いてあるけど、はい、あんまりそういうことは関係ないのかもしれない、ええね、まあ、これはこのメジャーシーンにということで あえて書いてありますけど、うん、アルバムはその前に、2003年に、うん、再始動してからすぐにもう作っているので、うん、はい、割とどん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 作り続けてます、やってます、はい、大きな年表を書いたらもう普通にフェンスオブディフェンスの歴史という形でそれぞれも動いてるけれども、はい、まあ、一個の年表に入ってるなっていう感じですよね。そうですね、そうですね、今もまさにそうですね、今もまさに現在進行形でございますが、はい、そんな、お三人でございますけれども、ここからワンミニッツクエスチョンというのをやらせてください。これから1分間やつぎ早に質問します。はあ、大丈夫ですか？これ3人これ時間足りるんですか？大丈夫ですか？ですね、終わった段階で質問した問題に関してだけ質問していきますから、ね、なるほど、はい、なので、はい、全部答える必要もないんですが、はい、では行ってみたいと思います。ね、はい、ポンポンポンって言いますので、ポンポンポンと返していただいて、テンポよく、テンポよく、はい、で後でゆっくり聞きます。わかりました。終わった後に、はい、どうしてこういう答えになったのか、はい、では行ってみましょう、はい、フェンスオブディフェンスへのワンミニッツクエスチョンスタート。最近びっくりしたこと何かありますか、西村さん。ね、さっきのねインストアライブで、ちっちゃいお子さんがね、少しずつ少しずつ前に来てなんか立ったままねずっとねなんかこう聞いてくれたっていうのがすごいびっくりしてます。割とそっち方面にこれからいいのかな。あ、言っちゃった、言っちゃいけないの大丈夫です、北島さん、はい、あ、びっくりしたこと、はいはい、うちの西村が、野外で野生味をふんだんに発揮したことです、ね、今頃か山田さん、リアルタイムで言うと昨日本屋さんに行って600数十円の本買ったんですけど、5000円札出したのに9000いくらお釣りが来た、そのままもらって帰ったな。今一番癒されることは何ですか、西村さん。何ですか、癒されること。僕ね朝ね必ずジョギングをしてるんですよ。で近くの公園でまず最初に外山を見て、ね、で富士山が見えると、富士山見えるところに住んでらっしゃるんですか。今住んでるんですけど、はい、そこがねすごく癒されるんです。あら、癒しのポイントって絶対ありますからね、まあ、ちっちゃくですよ富士山、ちっちゃいけど上の方がポッと、白いのがポッと見えると、ね、ポッと見えるとポッとしますね。はい、はい、北島さん、はい、はい、暖かい日差しで縁側でポ縁側はないですけどね。北島さんの僕横に座ってるんですけどすごく似合いますね、縁側の日向ぼっこが、縁側がいいんですよ、縁側ないですけどね、縁側ない、今時ね。でも20代の頃からこういう感じでしたから縁側が似合うギタリストっていう、そうですね、ポカポカな日だまりさんみたいな感じで、こうやって説明してていいんですか。いや、いいですよ、もう入っちゃっていいんです、大丈夫です。山田さんはですね、はい、癒されるね、癒されるのは、はい、やっぱりちょっと似てるんですけど、はい、家にいて、はい、野良猫がやってきて、はい、それを庭で見てるとなんか癒されますね、はい、非常にね、いいですね、はい、おじいさんだな、いやでも僕からすると山田さんに癒されますけどね。あ、そうですか。なんか、あ、そうですか。なんか癒しのなんか出てません、なんかアロマ的な。ドラマとは思えない癒しの感じですよね。なんかこうシンセでも扱いそうな神経質。そうですか。じゃあこれから山田あたるは癒しドラムシカって思う。いやいや、いろいろね聞きましたけども、ちょっと西村さん、そのインスタライブのお子さんの話もうちょっと詳しく教えてください。先ほどねスタッフの方に聞いたんですけど、はい、なんか普通にお買い物に来たお母さんとお子さんが、はい、最初はなんか遠くの方にいたんだけど、その通り過ぎようと思ったら、その子は止まっちゃったの。そう、ライブを見て、止まってて、ずっと見ちゃって、それからそのお子さんが少しずつ前に来て、すごい。で最後 CD 買ってまた入ったという、そういうドラマがあったんですよ今。だってさっき普通に通りすがりの方でしょ。そう、本当は、うん、でお子さんが気に入っちゃったってことですよね、うん、ピュアな耳に響いたってことですよ、音が。そうですよね、そうですよ、そっちですよ、そうですよ、そっちの方向ですよ、絶対そうですよ、ピュアな方行きましょうよ、ちょっとピュアな方向。なんでここテンションが上がるんですか。なんでここでテンションが上がるんですか。よくわからないですけれどもね。野生味です。いや野生味で、いやいや、でもびっくりしたことまだまだ続きますけども、北島さん、はい、なんですか、西村さんの野生味、野生味
なんていうかびっくりした、びっくりしたんでしょ、ね、あの前から知ってたんですけど、はいはいはい、本当に発揮したなと。どんなことを、なんだろう、あのライブってその場で決めて勝手に予定通りじゃないことをやったりするじゃないですか、はいはいはい、それが、ね、ガン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 頻発して、はい、ここもっと長くみたいな、ワンモアとか言ってあれみたいな、どん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 ここ盛り上がるなと思ったところでどんどんね、はあ、でもそれは信頼しているメンバーがいるからできることですよね。ついていきますよついていきますついてこられても、まあ、ギターしかとドラムしかですから、ね、なんか重いなちょっと、ね、いやいやいや、でもほらこれはだってね、もしこうやってきっちりこうするんだよこうするんだよってこう決めてて、それをこうなんていうのステージでこうばらけちゃうんだったらばちょっと問題ありますけど、うん、その現状を見てお客さんとのノリを見て、うん、で自分の、ま、テンションとバンドのテンションとちゃんと冷静に見てるからこその無茶ぶりですよね。いやいやそんなことはない、冷静には見てないです、盛り上がってるんです、そう勝手に盛り上がってサイズを間違えてるだけですそれはじゃあ終わった後反省会でやってもらいますか、はい、この後じっくりとじっくりと自分で言ってる試合ででもまあそういうようなこのワイルドさがまたでもね、リスナーの皆さんからしたらたまらないかもしれない、だって一回たりとも同じライブはないわけですからね。そうですよね、そうですよね、うん、こういつも決まってるわけじゃないっていうことですよね、はいはい、いや山田さんちょっと本屋さんのお釣りで得しましたね。いやいや、ちゃんと返しましたっていうかね、一瞬得しましたよね。いや一瞬得してびっくりしちゃったっていう話が、ええってそういう時はちゃんと違うんじゃない、違うんじゃない、うん、あ申し訳ございません、でもびっくり しません、いきなり5000円札払ったのにまた5000円札がやってくるんだから、はい、あびっくりします、9000円くるんだからあれびっくりします僕一回でもスーパーレジで2000いくらを200万って打たれたことあるそれはレジで出るじゃないですか数字、はいはい、あれで見てたんだあれと思ってあれと思ったの覚えてます、ゼロがすごい異様に多くて、これ一重百千万十万百200万それ気づいてよかったね、それそのまんまカード渡してたら200万もう落とされてたそうそうそうっす、だからって言ったら、だから残高があればの話だけどあればね、その時ないんですでもね、さすがに笑ってましたレジの人は、はい、自分で打っちゃった間違いに笑っちゃうことあるじゃないですかでこれへえって言ったらあってましたね笑うしかないもんね、笑うしかないですからね、そういうの驚きますよね、はい、そうですね、いやいろいろお聞きいたしましたが、じゃあここで曲に行きたいと思います、はい、曲ですよ、はいはい、じゃあ曲の紹介をお願いいたします、はい、デジタグラム2リンゴワールドの中から明日に向かってシャウト、お送りしたのはフェンスオブディフェンスで明日に向かってシャウトでした。シャウトフェンスオブディフェンスバカボン鬼塚と山口沢がお送りしているヒッツ・ザ・ダウン、この時間はフェンス・オブ・ディフェンスの西村雅俊さん、北島健二さん、そして山田渉さんをお迎えしております。おー、はい、はい、ということでございまして、ニューアルバムデジタグラム2リングワールド発売中でございます。はい、イエーイ、これは91年のデジタグラムの進化系、そうですね、っていう形で、はい、今の音を入れたっていう、そうですね、まあ、テクノロジー的にはそうなんですけど、はい、まあ、コンセプト的には最初のデジタグラムは、うんうん、アナログ的な形からデジタルを見てるっていう、はい、このデジタルで何ができるんだろう、うんうん、ワクワク感とか、はい、逆に怖いこととか、はい、それが今もうね、デジタル当たり前じゃないですか、うん、全てね、今度はアナログ的な立場じゃなくて、デジタル的な立場から今度アナログなものを見るっていう、例えば自然がなんでこんなことになっちゃってるんだろうっていう、そういう状況から今度デジタルを見るっていう、ちょっとこう見方を視点を変えたデジタグラムっていうふうに僕は考えてるんですね。じゃあこのあれですね、91年のもしね、アルバム持ってらっしゃったらちょっと聞き比べも面白いかもしれない。そうですね、ですよね、違いが分かっていただけた、違いが分かって、今おっしゃったいわゆるコンセプト上の違いも、はい、やっぱ聞けば分かる
形に。そうですね、さっき下でやったミニライブの後、はい、サイン会みたいな時にも、うんうん、旧デジタルグラム の, アルバム持ってきてくれた人もいました。あ、嬉しいですよ、嬉しいです ね, そうですね、なんかね、うん、それジャケットとかそういうのは比べられるようになってるんですか。全く違うもん。ジャケットはそんなにね、そこまでは、うん、あまりリンクはさせてない。そうですね、ビジュアル的なものは今回あまりなんかこう凝ったことではなく自然体でっていうことでやってます、うんうん、はい、音的な部分で、ね、いわゆるこう対比ができるようになっているわけですね、はい、うん、これやっぱりあれですか、作り方というか音の作り方はもう昔から変わらず、フェンスオブディフェンスはどうなんですかね。まあ、基本的にまず曲を作るときは僕はいろいろこうまずそのプログラムをして、はいはいはい、でこんな感じどうかなっていうメンバーに聞いてもらって、はい、あ、これちょっともう少しなんかこう完成してみようよっていうところのディスカッションをしながら作っていくっていうのは昔から変わってないですね、それは、はい、そこら辺は、うん、今回もそういう形をとって、そうですね、渡るのか、はい、いや毎回バンドで煮詰めることもあるんですが、はい、今回はどちらかというと、うん、その西村主導で、やってるんで、うんうんうん、初めてかな、ギターと一緒に演奏してないよ、ね、ああそうかね、レコーディング、そうだそうだ、あ、そうなんですか、うん、そう、メンバーがこう揃ってレコーディングする機会は少なかった、うん、今回ね、はあ、結構個別にやってた、石田もなかった、そうですね、その前回91年の時にはっていう頃には、一緒にやってる、まあ前のアルバムの話しちゃうと、はい、割とロックテイストのアルバムで、はい、これはもう3人でスタジオに入って、はい、いっぺんに音を出して納得いくまでやるみたいな形だった、うん、はい、1枚前の ね1枚前の、今回は割とそうではなくて、うん、まあ、ベーシックのものを作ってもらって、うん、僕がドラムを入れて、うん、ベースを入れてギターを入れてみたいな、うん、そういうね、そうそう、なかなか、だからミックスダウンとかもスタジオで3人集まって、うん、これがいいね、あれがダメだねとかっていう話じゃなくて、はい、全部ネットで音を飛ばして、うん、で聞いて、うん、あ、これもう少しこの音変えようよとか、うん、この音こう上げようよとか、そういうディスカッションして、また直してまたネットで、ネットっていうかね、こう聞いて、ね、ダウンロードして、ね、ダウンロードして聞いて、うん、聞いてで完成させるっていう、うん、この形っていうのは初めてでは、特にそのね、別々にドラムとギター完璧に別にレコーディングしたのと、そのミックスのチェックを、うん、そこに集まってやってないっていう初めてですね。あ、これは初めてだったんですね、うん、でもいい形が出来上がることが分かったので、うん、このスタイルも今後取り入れていきますね。これもあり、これもありで、まあデジタルグラムだから、うんうん、こういうのもありだなっていう、なるほど、でいいとこがあったら次回も考えていきますね、採用していけるかなっていう、そうですね、ね、はい、でまあ楽曲によってこういう形を取る曲もアルバムではなく楽曲単位でもあってもいいかもしれないですよね、うんうん、ね、うん、ある曲はちょっといわゆるみんなで集まって、うん、せーのでみたいな形を取るっていうのもね、うん、ちょっと一つなんかまた取り入れた感がありますね。ありますよね、毎回ね、なんか挑戦していかないとね、はい、飽きちゃう。それは同じですね。レイディオも同じですね。レイディオも同じですね。手を変え品を変え、手を変え品を変えやっていかないと自分が飽きちゃうんですよね。そうそう、それが嫌なの。そうですよね、うん、で飽きちゃうとモチベーションが落ちちゃうし、そうそう、ながらになっちゃったり、そうそう、ね、ちょっと嫌だ、そうなんです、うん、だからこれは新しい進化ですね、はい、なんかこう音的やレコーディングの仕方でそういう風ないろんな形、新しい形をこうね、また一つ一つこうやって広めていくと世界も広がってきますしね、うんうんうん、なんか新しいものがね、一つでも見えてくれば、ね、それを次につなげるっていう、はい、これはすごい、ひょっとしたらあれですね、このひょっとしたらフェンスオブディフェンスこの3人を中心に気がついたら45人ぐらいになるかもしれないからね。メンバーがですか、メンバーが45人とか48人とか3人は変わらずメンバー増えちゃったよ。あ、すごいですね、そういうこと。そんなことはないんですね、多分ネバあ、そうなんですね、そうかなと思いました。いや、そうです。さあ、そんなフェンスオブディフェンスですが、今後のご予定ですが、ライブがございます。はい、うん、これはこのアルバムですね、デジタグラム2、はい、リングワールド
持っての、はい、まあそれもありますし、前回のデジタグラム1ですよね、はい、それも含めデジタグラムっていうものをもう少しこう深く掘り下げて、うん、もっとエンターテインメントにしようっていう、はい、ライブを今考えてます。なるほど、はい、それが、デジタグラミー賞という形、グラミー賞とかけました、はい、僕が決めたんじゃないですけど、なんかあえて言われるとなんかやだな自分で言いたかったなそれ。あ、じゃ あのいやもういいですねもう俺言っちゃったもん先に。もうそういう感じ、デジタグラミー賞でございます、yeah. はい、これは6月22日日曜日、品川ステラボールで行われます、はい、まあ、あのこれでデジタグラム1、2の融合の世界ですね、はい、プラス今度あの次回というかこう未来がどうなるのかっていうのもなんかストーリー的にいければいいなと思ってるんですけど、はいはい、アナログからデジタルに向けて、デジタルからアナログに向けて、さあその先に一体何があるのか、はい、そういうのも含めたライブになると思いますので、でもエンターテインメントにしたいんですよ、ね、はい、はいはい、うん、ぜひぜひこちらの楽しみにしていただきたいと思います、はい、ぜひ来てください。その先どうですか、その先はね、このフェンスオブディフェンスあんま考えてないね、うん、その先はね、うんうんうん、まあ一応決めてることがありまして、一つだけ あるんですね、はい、還暦になったら、はい、ホットドッグス3を出したいなっていうまあちょっとホットドッグスって言ってもお分かりにならないかもしれないけど、我々3人とも、もう4年なの？そうですね、4年になりますね、犬年なんですよ。はあ、はい、全員犬年なので、はい、犬年で36歳の時に全員がホットドッグスっていうね、干支、だったんで、犬年だったんで、はいはいはい、その時作ったアルバムをじゃあホットドッグスっていうにしようっつって、はい、熱い犬たちということで、はい、ジャケットがあの犬が3匹いるのが勇ましい、そういうのアルバム作って、でノリが、まあ、それはそれで終わったんですけど、はい、12年後の48歳の時にまた干支が来ました、うん、はい、それは巡ってきますねじゃあやるかみたいな、はい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 、誰が言い出したか忘れちゃいましたけど、はい、もう一回やるみたいな感じで犬年だし、はい、ホットドッグス2っていうのを作ったんですよ、はいはい、でもそれで36、48で作っちゃったから、はい、それはもちろん60の時にやらなきゃまずいですね、でも最初冗談で言ってたんだけどね、 あと4年ですか、まあ、そうですね、長生きしようよちょっとちなみにこ の3人はあの同い年、そうなんですよね、はいはい、犬年同い年でございますから、はい、待ってますよ、あと4年ですよ、ですね、オリンピックより前ですから、本当だ、うん、そうだ、そうですよ、それをあのやらないと、今ここ放送で言っちゃいましたからね、やりますよ、やりましょう、これ生放送ですからね、やりたいんですよ、ただね、なんかそれのライブの時はなんか赤いちゃんちゃんこってみんながもう期待してるんですけど、はい、それだけはみたいな、あ、赤い何かにすればいいんですか、赤いアルバムはどうですか、いいですね、あ、はい、ありがとうございますでもなんかもうつまんなくなっちゃったアルバムを赤くするっていうね、うん、だから赤い何かをステージで、うん、あ、みんな顔赤くすればいいんだ、そう、真っ赤で、真っ赤なんで、真っ赤で、一人一人違ってもいいね、赤いジャケットに赤いパンツなのか、そうです、ね、赤いギターなのか、あとは真っ白い全身タイツに顔は真っ赤とかすごいね、それちょっと変態な方向いや、なんか素敵だななんて思ったりなんかしますけど、何かしらじゃあやってくださいね、やりますよ、もう何かやんないとつまんないの、そう、やりたいなじゃなくてやってくださいね、やります、あ、もう行っちゃいました、はい、いただきました、はい、今年もね、じゃ あのちょっとね、フェンスオブディフェンス、まあ、あの動きを皆さん、ファンの皆さん追いかけていただきたいと思います、はい、その今後のご予定に関しましては、オフィシャルホームページをご覧いただきたいと思います。最後にあの聞いてる皆さんにちょっとメッセージをいただけますか、はい、誰か代表しまして、じゃ あどうぞ、譲り合ってますよ、ここで同級生同士が譲り合ってますよ、ちょっと僕ちょっと疲れたので北島さんさっき歌ったからちょっと疲れた、じゃあ北島さん、まだまだ、はい、フェンスオブディフェンス、意気盛んでございますので、これからも応援のほどよろしくお願いします、はい、アスリート、スポーツ選手、やっぱアスリート、ね、そうですね、ぜひ4年後にみんなで、はい、ホットドッグス3を祝いましょう、はい、頑張ります、いや、ね、もう本当にここで喋ってるとこんなことをこんな時間に言うのもなんですけれども、はい、全然お年に見えませんよあざーす、見えませんよ、ありがとうございます、はい、
です。やんちゃしてますよ、3人とも。ね、まだ。まあいろんなやんちゃがいるからね。そうですね。こういう形もいいのかな。さあということで、じゃあ最後に、もう一曲お届けしたいと思います。曲の紹介をお願いいたします。ではまたニューアルバムから World in Love Japan。というわけでございまして、本日のスペシャルゲスト2組のフェンスオブディフェンスの西村雅俊さん、北島健二さん、山田渉さんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。また来てくださいね。はい、はい。さあ今日は卒業にまつわる珍プレー好プレー大全集だよ。はい、これはラジオネーム羽根抜きさん。はい、中学校の卒業式の日、その日は特に寒く、体育館の中はもうじっと座っているだけでは辛いような寒さでした。そんな寒さのせいで僕は入場する直前からトイレに行きたくなり、結局トイレに行くタイミングを見つけられないまま式は始まりました。はい、卒業生ということもあり、式の途中に抜け出すのも恥ずかしく、2時間半尿意と戦い続けました。正直中学の卒業式は尿意の思い出しか覚えていません。今思えばきっと退場の時僕だけかなり早足だったのではないかと思います。あー、これはあるよね。はい、トイレ行きたくなると、特に僕らの時代のことを話すると、はい、僕らの時代人数多いんですよ。だから卒業証書授与すんげえ時間かかるんですよ。はい、一人一人、はい、いわゆるマンモス校時代ですから。うんうん、マンモスだよ。はい、本当に、ね、前も話したことあるけど、小学校が一クラス45人いて13クラスあるんだから。はい、そうですよ、13クラス45人ずついるんだよ。はい、だから1年生から6年生まで小学校の時の、はい、クラス替えを2年ずつしていくんだけど、会ったことがない、同じクラスになったことがない子が何人もいたからね。はい、あいつ同級生なんだって6年の時に気がつくっていう。あいつ何組 ?3 組へえ、こんなやついたんだって。それぐらいだったんですから。はい、だからな、13組とかですね。そうですよ、もう尿意なんか多分無理。俺らの時代だったらジョバ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 ジョビジョビジョビジョバ。ラジオネーム熊野、くだらなかったですね。熊野落書きさん。はい、忘れもしない看護学校の卒業式での出来事です。はい、同級生の幼なじみがサプライズゲストで来てくれました。当時まだメジャーじゃなく、私はふーんとさほど興味なかったので、握手もサインももらわなかったのを今では後悔しています。はい、そのサプライズゲストとは、はい、EXILE の ATSUSHI さんです。おー、あー惜しいことした。本当に、へー、同級生の幼なじみっていうことでサプライズゲストで、まだっていうことだよね。同級生の幼なじみが来てって、はい、で来てくれたってことでしょ、サプライズで。どうも EXILE の ATSUSHI です。その頃はまだ知らない、まあ分からなかぐらいのデビューしたての頃でしょうか。あ、どうですか佐藤さん。いやでもこういうサプライズ好きな方ですもんね、すごく。お、はい、あつしさん、あつしさんはもう本当に歌が大好きなので、多分そういうことをこう言われたらもう絶対断らないでいく方です。お、はい、そうなんだ。まさか横にいるこの菊池、はい、あつしさん、あつしさん、こうやって仮面バーッとって、サプライズで。そうです、私がアツシです。今日はずっとアツシでした。菊池さんは家で休んでます ね、確定申告疲れで家で。誕生日ですから、バースデーです、もう終わったのでようやく肩の力抜いて休んで、だから僕が代わってアツシです。あるかい。もう一枚。もう一枚、あ、もういい、もういい、ということでございまして、卒業にまつわる珍プレー好プレー大全集、まだまだやっておりますよ。メールはナックパイプモバイルサイトよりホームページのナオンエアかタイムテーブルに表示される応募フォームから送ってきてください。ファックスは 048-650-0300 です。今すぐにこちらまで。コミュコミュクラブ。さあ、コミュコミュクラブ、今日は私はスーパーアニマルを見たの回でございます。はい。来るんだねこれね。ラジオネームこんちゃん。はい。
うちの猫のクーはトイレが終わると、ウンチングハイになります、うん、先日も用を足したクーは家の中を駆けずに回りこたつの上にすごい勢いで飛び乗りました。ところが飛び乗ったところにテレビのリモコンがあり飛び乗った勢いのままスケボーのようにこたつを横断、その先にあった自分の寝床に消えていきました。テンションマックスだったクーも何が起こったかわからなかったらしく首をかしげていました。いいね、出たよー、すっきりしたよ、出たよ。気持ちはわかる。ラジオネームカツオ。子供の時、はい、沼で釣ったたくさんのザリガニをバケツに入れて飼っていました、はい、ある夜トイレで目が覚めてついでにザリガニを見に行ったら、はい、ザリガニがもう一匹のザリガニを肩車して、またそのザリガニを違うザリガニが肩車して、はい、その上を伝うようにザリガニたちがバケツから脱走していました。ザリガニの連携プレーには子供ながらびっくりしました。ザリガニがある意味怖くなった僕は残されたザリガニは次の日に逃がしてやりました。うわー、でもあるある、ザリガニの脱走、うん、あんなに取ったのに次の日一匹もいねえってあるからね。それでそう探すと玄関の隅でホコリまみれにいるんだよね。一匹逃げられなかったやつがね、はい、もう一個、宝剣の三本。私の実家の猫はティッシュを抜くと、寄ってきて鼻を噛んだティッシュをゴミ箱に投げるとゴミ箱を手前で日本代表川島選手バリにと、横飛びしてスーパーファインセーブ、はい、セーブしたティッシュを加えて私のところにドヤッと言わんばかりの表情で持ってきます、はい、犬が投げたものを取ってくるのは聞いたことがありますが、猫がこのようなことをするのは知らなくて、うちの母はこの子は天才だと喜び、はい、携帯のカメラでファインセーブの模様をムービー撮影していつも私に送ってきます、はい、とても可愛いのですが手元に鼻を噛んだティッシュをゴミ箱に捨てられないので家にいながらズボンのポケットはティッシュだらけで困ってる。大変ですね。私はスーパーアニマルを見たのかい、まだまだお待ちしております。安全安心信頼のガス、ガスガスガスワン。ただいまよりガスワンが5時をお知らせします。天神神社、巫女の沢さんがリスナーから送られた普通の言葉を天神したら幸せが訪れるかもしれない天神神社こと天神 JJ。 うつむいてるな。なんで今うつむいてたんですか。あ、すごいエコーが飛んでったな。あ、なるほど、はい、さあ今日私も一緒に飛んできたかった。あ、私も一緒に飛んでいきたかった。名言でございます、ね、残ります、それはそれは残ります。誰か本に書くと思います、はいはい、よろしいですか、はい、行ってみましょう、はい、これは、ラジオネームハウスの匠からいただきました、はいはい、よー、はい、はい、シークワーサーワーサシークワーサーワーサ神様降臨、シークワーサーワーサ。うわ、終わりおかしい。終わりがおかしいよ。ラジオネーム、先駆けおほほ塾からいただきました、はい、よー、はい、卒業証書授与。天神様降臨。8号目まで登ったのにな。授与。うわ、ラジオネーム、はい、チョビからいただきました、はい、いいよ、春の選抜高校野球。高校で同じ力で押すねん。高校。本当に、ラジオネーム、はい、タコからいただきます、はい、いきますよ、いいよ、はい、シルクドソレイユオーバー。
全然違う。シルク・ドゥ・ソレイユ、オーブ。天神様降臨。ドゥですか。シルク・ドゥ。シルク・ドゥ・ソレイユ、オーブ。シルク・ドゥ・ソレイユ、オーバーって言いました。いやいや、ラジオネーム千春のパパ。はい、いいよ。はい、自由奔放。自由奔放。奔放。本当だもん。奔放。ラジオネームひとしさん。はい、いいよ。はい、ユニバーサルスタジオジャパン。うーん。読めてびっくりしてるんだよね。おお、ほんぽー。はい、ラジオネームてんてんからいただきました。いいよ。はい、集客力。何？天神様。おから入った。集客力。え？集客力。え？集客力。え？集客。集客力。え？少なくともおから入んないですよね。あ、前にお題って書いてある。お題集客力って書いてあって、だからおから読もうとしたんだよね。お題は読まなくていいんだよ。ぼっちさんからいただきました。はい、いいよ。はい、ちゃんつい。ちゃんつい女優さんでね。中国の。はい、はい、ラジオネーム花神様。はい、いいよ。はい、輸出入。いや、うわ、すごい顔してましたよ。輸出入。あ、入まであるんだと思って。ラジオネームヒートンからいただきました。はい、いいよ。はい、マディソンスクエアガーデン。マディソンスクエアガーデンが泣くわ。マディソン。もう相当おまけだって。はい、ラジオネームコケティッシュ。はい、いいよ。はい、他人の空に。お空に。他人の空に。今完全にお空に言ってたよ。クーってなっちゃう。クー。ほんぽー。ラジオネームにゃんまるからいただきました。はい、いいよ。はい、秘書室市長。市長じゃない。秘書室長。秘書室長。秘書室市長なの。ラジオネーム、はい、黒柴ぷくからいただきました。いいよ。はい、ぴょんちゃんオリンピック。話しすぎ。ぴょんとちゃんを。ぴょんちゃんオリンピック。ぴょんちゃん。話しすぎです。ラジオネームミッキーミルキーからいただきました。いいよ。はい、紆余曲折。ラジオネームマジョロックからいただきました。はい、いいよ。技術力。技術力。まあおまけ、おまけ、いや。ラジオネームかなとからいただきました。はい、いいよ。はい、
グレートブリテンおよび北アイルランド連合国王、国王国最後王国国王じゃない人グレートブリテンおよび北アイルランド連合国王人王国連合王国最後の最後でひっくり返すかねラジオネームウェイダーからはいよーはいフィガロの結婚おーラジオネーム薄川亮いよーはい、はい、春闘すごい思いがこもってますね春闘シューンとベースアップシューンと入ってました力がね、はい、今日は今日も今日とてですよこれラジオネームあのねあのナックファイブのステッカー当たったのラジオネームカナットラジオネームニャンマルラジオネームテンテンラジオネームタッコラジオネーム先駆けおほほ塾ラジオネームハウスの匠はい、はい、おめでとうございますということで天神様次もどうかおいでくださいませ It's the town さあ今日は卒業にまつわるチンプレーコープレー大全集ですはいでは読みますお願いします、ラジオネームぺったんこカンカンからいただきましたはい私は今日高校の卒業式でした、うん、今日だったんだ卒業証書授与で、はい名前を呼ばれるのですがはい他の先生は生徒の、うん、名簿を見ながらあの名前を呼ぶのに対し、はいはい、あるクラスの先生は何も見ず、うんクラスの生徒のフルネームを呼び出したのです、はい、しかし生徒の名前を思い出すのに集中していたからか、はい、肝心の、呼び名が魂が抜けたような声だったので厳粛な雰囲気の会場は笑いをこらえる声がちらほらしかしその先生なんと最後まで何も見ずに完璧に言い切ったのです、はい、生徒思いのいい先生だなと思った卒業式の思い出でした、はい、じゃあいうえお順だったらあーから思い出して、うんあのあがつくやつで赤川赤川赤川玉木だな赤川玉木次次次次次次ああいたか他にいたか相川相川ああ相川いたな相川そういう感じにやったってことだよね何も持ってないってことは、うん、見りゃいいんじゃないの自分のクラスあ見えねえのかなあ並んでて奥の方で見てさこうやってこう前からこう顔を思い出せば、はい絶対に名前覚えてるでしょ、うん、見ながらやっても普段そうかフルネームか なるほどねよくやりましたね、はい、きっと前の日暗記したんでしょうね暗記し直したんでしょうね、うん、改めて何回ラジオネームカスターはいいつも楽しく聞いています初投稿で す, すドキドキしています、はい、自衛隊学校の卒業式での話です、はい、両親が記念にと証書授与のビデオ撮影をしてくれていました、はい、卒業式後家族でいざ見てみると肝心の自分は映っておらず、はい、代わりに前後の同期の姿が録画ボタンを逆に押していたのですそっと停止ボタンを押し上映会は終了そのテープはお蔵入りとなりましたマジでじゃあ何録画ボタンを逆に押していたってことは撮ってるつもりの時に撮ってなくて撮ってない時に止めたつもりでレックを押してたと、はい、最悪じゃん、ラジオネーム熊谷のおかかもう20年も前の話になりますが、はい、中学校の卒業式のことです、はい、私の中学校では一人一人壇上に上がり校長先生から卒業証書を受け取るのですが、うん、友人が本当に頭が真っ白になったらしく、はい、卒業証書を受け取る時本当なら左手から受け取り次に右手を添えると予行練習で教わったのに、はい、どっちの手から出すのかもわからなくなっており、はい
いきなり両手で受け取ってしまいました。あ、でもいたいた、こういう子、はい、また本当なら受け取った後に校長先生にお辞儀をするのですが、うん、受け取りながらお辞儀をしてしまったため校長先生もびっくりしていました。しかも力が入りすぎていたため卒業証書が破れてしまいました、ガチガチがだったんだ。あ、そうなんだね、うん、左からなの、左から左右で受け取って下がって、うん、でお辞儀、お辞儀、うん、お辞儀の時にもら、あ、なんかどっか脇に挟む、脇じゃないですか、ね、あれ、脇じゃなくて片手に持つんだ、お辞儀ですよね。え、何？えんやこーらーみたいな、脇って違う、脇じゃない、脇じゃないんだよ、脇じゃないでしょ。え、だ、受け取る、下がる、はい、下がる、下がってで、と、あ、閉じて、うん、で、持って、はい、お辞儀してで、行くのか、はい、で、あれだよね、壇上上がったらまず、来賓にまずこう、あれ、挨拶しなかった、こうやって頭下げてから真ん中行って受け取ったよね、うん、え、そう、あ、え、真ん中、え、一つにした、はい、一つにした、一つにしました、一つにして、一個で持って、はい、下がって、霊感、はい、はぁ、あ、思い出せないよ俺、てっきり脇に挟まない脇に挟まない脇は挟まない、脇は挟まない、多分こっちが当たりです、これはラジオネームくもも、私の高校の卒業式の、全体予行練習の時でした、はい、最初の卒業式起立の合図の時に私の膝がパキッとなりました、はい、その次もまたパキッ、なんでこんなになるんだと思いながらも卒業式起立のたびに膝がパキッ、さらに何度か、何度かに1回座る時にもパキッ、どんなにそっと立ち上がろうとしてもパキッ、その音が左隣の子にも聞こえたらしくパキッと鳴るたびに吹き出しそうになっており、はい、練習が終わった時にパキパキ鳴らさないでと笑われました、はい、私も苦笑いでごめんとしか言えませんでした。その後の卒業式本番は最初にパキッとなりましたが、それ以降は鳴らず粛々と卒業式に参加できました、はい、女の子だから気になるんだね、はい、俺小学校の時にさ、成長、はい、成長するじゃない、はい、関節がこうビヨンって伸びていくでしょ、はい、なんか夜伸びるでしょ、寝てて、うん、でもう体育とかしてさ、はい、あの何こう何準備運動で屈伸とかすると、うん、よく関節がパキパキ鳴ってたんですよね、はい、自分ロボットだと思ったの、ひょっとしたら、うん、あれ、あれみんな鳴ってないから、俺ひょっとしてって思ったもんね、うん、迎えが来るかな、もうすぐ来るかも、そう DX8 号みたいな、ラジオネームなんだ今の話、新所沢のアバター、都内の高校を卒業したのですが単位が足りず、はい、お香を受けた後に一人で卒業式をしました、はい、旅立ちの日にを音楽の先生も2人で音楽の先生と2人で歌うとは思いませんでした、はい、あ、旅立ちの日に、旅立ちの日に、うん、ああ、あの有名なやつですよね、あれ知らない、あれ最近は旅立ちの日になんでしょ、中身知らない、旅立ちの日に、なんか埼玉の先生が作った、スマップも歌った、勇気を、違うな、それ合ってる、勇気を翼に変えてってやつですよ、なんかそんなやつだよね、うわそこしか知らねえダメだダメだ、すぐ勉強する俺すぐ覚える俺、ちくしょう知らないの恥ずかしい、勉強しない、はい、うん、あれ、私小学校の教師です、あ、2年ほど前の卒業式のことです、はい、先生側から 6年担任の同僚と和装で挑もうと話し、はい、いざ当日自宅から着付けをしてきた同僚の顔が冴えません、はい、緊張してるんだろうなと思いリラックスリラックスと伝えての式本番、はい、私のクラス後に、の後に同僚が受け持つクラスを先導して続くことになっていました、うん、私が体育館の中ほどまで進むとパターンと乾いた音が後方で鳴り響きました、はい、同僚は着慣れない和装の上に同じ場所に足を入れた袴を履いていたあれ
スカートみたいになっちゃう。浮かない表情は今さら着付けの失敗を言えなかったから転んだ後何事もなかったかのように式へ挑んだ同僚にプロフェッショナル意識の高さを感じた卒業式の思い出でした。はい、なんだっけ、あれだよね、袴も2種類あって、はい、ほんとスカートみたいな袴と、はい、ズボンみたくなってる袴があるんですよ、はい、これ多分そっちの方ですよね、はい、その片方の方に両足入れちゃってあれ分かんないんだよ。でも本当に普通に立ってても袴に見えんだよね。間違えてても分かんないんですよ。ただ転ぶよありゃ。卒業にまつわるチンプレー好プレー大全集まだまだお待ちしております。今すぐにこちらまで。なんだっけ、コミコミクラブ大混乱やんけ。ということでございまして、ということでございまして、コミコミクラブ、私はスーパーアニマルを見たのかい。とにかくまあ本当に皆さん見てますね、はい、スーパーアニマルをね、うん、僕のあの襟巻きトカゲは全然信じない。ラジオネーム森の熊五郎、私はスーパーアニマルカラスを見た、はい、ある日散歩してるとカスカベカスカベと叫んでる声がしたのです。子供が遊んでるのかと思い辺りを見ますと誰もいません。声の主を探してみるとなんとカラスだったのです。カラスも真似をして喋れるんだなと思いました。私の住んでいるカスカベ市では毎日15時に防災無線が流れるのです、はい、放送の開始の始めはこちらは防災カスカベですと放送されているためカラスが毎日聞いていて覚えたのだと思います。すげえ、カスカベカスカベあーあーカスカベあーカスカベあーっていうこと。ムササビ。中学生の時部活で帰りが遅くなりました。実家が山の中なので自転車を押しながら歩いていると後ろから後頭部を飛び蹴りされました。そして何事もなかったかのように暗闇に消えていきました。あれで、ね、うん、あれ蹴ってこっちみたいな。こっからあそこ無理だから一旦あれ蹴るだろうみたいな感じで。なってタイミングが押してドーン。すごいよね、ねえ、タモリさんが、タモリさんの研究本とかいっぱい出てるじゃないですか。昔タモリさんがなんかの時に言ってたのが、ねえ、あの雪山でロッジの中でみんなで飲んでたら赤塚不二夫先生とかと、はい、はって気づいたら赤塚不二夫先生がいなくて、あれ不二夫ちゃんどこ行ったの、不二夫ちゃんって言ったら窓の外に木があって木のところに全裸で赤塚不二夫が立っててムササって飛んだっていう。雪に向かってムササって飛んだ。距離がそんななかったからムササビまで言えなくてムササってザッと入ったっていう話をしてて、この人たち天才だなと思ったもんね。いや面白いなって多分思うよね。ラジオネーム、ナミッコ。私の実家で以前飼っていた赤星インコのメジロ、はい、母がメジロライアンが好きでそこから命名。うわ、手乗りだったため鳥小屋からよく出して遊んでいたのですが、はい、ある日そんなメジロに悲劇が、はい、いつも通り小屋から出し遊んでいると父の肩に止まり、その父が晩酌で飲んでいたウイスキーグラスの縁にオン、そして何を思ったかグラス内に顔を突っ込み飲んだ。しかもそのウイスキーストレート、
その時我々が見た、オグリの姿、オグリ？ネジロじゃないの？くちばしをパカッと開け、しばらく硬直、そしてグラスの縁からポロリと落ち、右へフラフラ、左へフラフラ、大変だと騒ぐ家族の中、一人冷静だったのは我が母。すごい、リアル千鳥足。間違えてるけどね。幸い大事には至らず、その後10年生きたオグリ。メジロじゃねえの？好物は納豆、くちばしをにちゃにちゃさせながら、納豆、くちばしをにちゃにちゃさせながら食する姿、とても可愛かったです。母がメジロライアンが好きだから、メジロってつけたんじゃねえの？オグリに変わった。オグリキャップ、やっぱり。だってこう2行目まで、そんなある日そんなメジロ、メジロに悲劇があってきて、バーってきて、最後のこと、その時我々が見たオグリの姿だったんです。ナミコどっち？さ、私はスーパーアニマルを見たのかい。まだまだお待ちしております。キッズ・ザ・タウンに今日の午後3時までに届いた全てのリクエストを集計し、上位10曲をピックアップいたしました。最新のリアルタイムヒットをカウントダウンしてきました。キッズ・ザ・タウンのリクエストチャートトップ10でございますね。いよいよナンバーワンの発表なんでございますが、その前に、ね、一つ私ね、ここで私の中の妄想トップ10すぐね、やっていっていいですか？思いっきり否定されましたので、ここで振り返ってみましょう。2位までどうぞ。ナンバー10、桜みんなで食べた、 HKT48。 ナンバー9、心の叫びを歌にしてみた、キュート。ナンバー8、トラックソング、かかし。ナンバー7、前しか向かね、 AKB48。 ナンバー6、ラブ、トリプル A。 ナンバー5、桜、リード。ナンバー4、ダイヤモンドオンリー、イーガールズ。ナンバー3、セブンスコード、前田敦子。ナンバー2、ラブストーリー、エグザイル、高広。そしてキッズ・ザ・タウンリクエストショットとして、今週のナンバーワンソングはこの曲。ナンバーワン、ザ・タウン。というわけでございまして、今週見事1位を取ったのはキスマイフット2、光のシグナルでした。さてさて、次回はどんな曲がランクインしてくるのかにゃ。チャートを決めるのはあなたからのリクエストです。たくさんのリクエスト待ってますにゃ。ということで、大騒ぎでお送りできました、はい、キッズ・ザ・タウン、いかがだったでございましょうか。はい、僕とさわちゃんのサイン入りナックファイブオリジナルステッカーが当たったのは、ラジオネームくもも、ラジオネームくもの落書き、ラジオネームお米トランス、ラジオネーム朝焼けジョニー、ラジオネームさちっこ、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてコロコロクイズ、はい、正解者の中からこの方にメッセージ付きの、はい、ね、ナックファイブステッカー、はい、ラジオネームチャンプルからいただいた。1、彼女登場。これね、ヒント、はい、料理、洗濯、掃除、まあ、これ分かるわけないよね。ヒント、その2、犬が食いつくよね、骨、おもちゃ、おやつ、音が鳴るもの。これも分かるわけないよね。ヒント、その3、紙ですみません、庶民の我が家は紙パック式、うん、ほら。で、ヒント、その4、大損して漫画な、大損、ダイソン、当てましたよ。ヒント、その後、どれにするか迷うよね、色、大きさ、ハンディとかいろいろあって迷うよね、はい、ということで答えは掃除機。素晴らしい。まあ、分かるわけないもん、1問に、1、2個目のあのヒントは、ね、そうなんです。さあ、ということでございまして、ヒッツ・ザ・タウン、来週はイオン・レイクタウン森からの出張公開生放送になりますよ、はい、来週ですよ。ゲストはジェイドさん、ジャスミンさん、島田秀平くんでございます、はい。そして来週のメッセージテーマもう発表しちゃいます。来週のメッセージテーマは新生活でチンプレイコープレイでございます。もう送ってもらって構わないそうで、今すぐ思いついたら送っちゃってください。来週ね、豪華なプレゼントご用意しております。いきますよ。 CM でおなじみのギラギラくん、眠気すっきりシート入り、紅葉火星、各商品詰め合わせセット、これ5名様、イエーイ。
そして、イオン商品券5000円分これ20名様、はい、でダイソン、ダイソン、ダイソンハンディクリーナーこれ2名様、はい、でシャープ、オーブンスチームレンジ俺これ欲しい、うん、1名様、1名でパナソニックブルーレイレコーダーこれ3名様、うん、でいくよ、はい、iPad ミニ16GB、はい、3名様でございます。ちょっとね、あのメッセージ今からもう送ってください。で欲しいプレゼント書いてくださいね。でナックバイブあのモバイルサイトかホームページの応募フォームから送ってきてください。ファックスは0486500300、0486500300でございますね、はい、あの新生活でチンプレイコープレイですよ、はいね、新生活で起こった出来事を送ってきていただきたいと思います。もう送っちゃっていいです、もう送っちゃっていいです。あの住所氏名あの本名お忘れなく、でプレゼント名ね、欲しいプレゼント名、はい、あのもう送って構いませんのでよろしくお願いします。これは、名前スーパーアニマルシカ、こんにちは、茨城からスタジオ前に遊びに来ました、はい、この度結婚式の二次会の司会を仰せつかりまして研究しに来ました、うん、新郎新婦がゲームでコロコロクイズをやりたいのだそうです。ぜひコツを教えてください。今日は二次会会場と打ち合わせで本人たちも今ラジオを聞きながらこちらに向かっています。ぜひぜひお願いします。いんの、もういないか、もう帰っちゃったかな、もう帰っちゃった。コロコロクイズのそうね、はい、出題する人のセンスだねねえ、言葉のイリュージョニストって言われてますからね、澤さんね、そこですよね、ポイントはね、はい、はい、もうそれ振り方、何何のサイコロ、はいはい、そろそろお別れですお相手は私バカボニスカと私山口澤でした。はい、それじゃあね、バイバイ。